はい、こんにちは、レク専任講師の矢島です。本日は令和元年度、法務省のホームページでは平成31年って書いてありますけどね、令和元年度の採点実感、司法試験の採点実感の分析会をやっていきます。で、大体1科目あたり、17分できるかできないかっていう感じなんですけれども、そんな短い中でね、せっかく来ていただきましたので、私の、講義聞いてくださってますので、特に今後の試験に役に立ちそうなところをね、ちょっとこうしっかりピンポイントを、ポイント絞ってね、説明していこうと思ってます。今後の、試験に役に立ちそうなところをやっていきます。でまず憲法ですね、差し替えで2つありまして、私の方で採点実感の方にいろいろ装飾を施した、講師レジュメ、それからこちら問題冊子の方は普通にただ法務省の、ホームページの方から問題文これ抜粋してるだけなんですけど、この2冊がありますのでよろしくお願いします。でまず講師レジュメのところ、1ページ目のところを開けてください。で採点実感がですね、ページ数ものすごく増えまして、従来この1ページにね、大体その採点実感1枚、1ページ載せてたんですけど、ちょっとそうすると今年ページ数が随分採点時間増えてしまった関係で、ちょっと刷新できなくなっちゃったんですよ。私が装飾を施して開業とかしたら80ページこれちょっと超えちゃったんですけど、そうするとね、これなんかちょっと1冊70ページ前後ぐらいまでしかなんかできないみたいなんで、そんな感じでちょっとこれね、ちょっと1ページに 2ページ分印刷されてますけれどもね、すいません、ちょっとご不便ですけれども、よろしくお願いします。で、まず最初のですね、1枚目のところですけどね、講師レジュメの1枚目のところですけれども、こちら令和元年度のね、この採点実感の抜粋なんですけれども、特にこの回答例、採点実感とか自然の試踏まえた回答例どうなのかというと、私の方で年明けにね、矢島の最新学問山手講座の方で やってますので、興味があったらそっちの方見ていただければと思いますね。さて、じゃあそんな感じで早速中身の方入っていきますと、憲法に関しましてはですね、まず問題文の方もね、同時に見ていきたいと思うんですが、問題文の冊子の方を見てください。でこれ公法系、民事系、刑事系の順番でね、問題文載ってます。採点時間も同じ順番ですね。でまず公法系の1問目は憲法なんですけれども、問題文の最初、2ページ3ページって書いてあるところになりますけれども、3ページの一番下のところちょっと見てください。こちら憲法の設問の形式です。でどういうふうになっているかというと、こちら、従来憲法訴訟型でね、平成29年の以前までは、憲法訴訟型で原告の立場、被告の立場、自分の見解という形で書かせる問題がずっと出てきたんですけど、平成30年からね、あとこの平成31年と、かっこ令和元年ということですけど、からちょっと取材形式が変わりました。でこの設問はまずこんな感じなんですよ。あなたはその A 省から依頼を受けて、法律家としてこの立法措置が合憲か違憲かという点についてね、意見を述べることになりました。で聞いてるのここなんですけど、あなた受験生自身の、意見を述べるんですけど、いろいろ条件がついてるんですよね。で2段落目のところで、その際 A 省からは参考とすべき判例があればそれを踏まえて論じるようにということでね、で判例の立場に問題があると考える場合はそのことについても論じるようにということでね、条件がついております。だから結構判例をしっかり勉強してないとね、事前のインプットのところで判例しっかり勉強してないと、まずこの題に沿った答案書けないんですよね。従来は結構憲法ってね、意見審査基準をさ、抽象的なほら意見審査基準インプットで覚えてね、であとは現場思考だみたいな感じで問題文読んで何とかしてたって人も多いと思うんですけど、今後ですね、こういう設問の形式がついていくっていうことになるとね、ちょっとそういうことができなくなっちゃうんで、事前のやっぱインプット、要は民法なんかが分かりやすいと思うんですけど、やっぱ事前のインプットしてないと本番の試験どうにもなんないじゃないですか。で憲法もね、ある意味そんな感じになっちゃうんですよね。楽ができなくなったという感じなんだと思います。ちゃんと判例しっかり勉強してないと、もうそもそも題にね、乗らない感じになっちゃうんだと思いますね。というわけで、判例があればね、それを踏まえて論じるように、でしかも判例の立場に問題があると考えるときはそのことについても論じるように求められているってことになっています。そして2段落目の3行目ですが、当然ながらこの立法措置のどの部分がね、いかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを、参考資料に立法のね、条文の案がついてるんで、そこ指摘してね、どこの部分のその合憲性を検討するのかっていうのをちゃんと明らかにするということですね。で、そこを明確にする必要があるし、自己の見解と異なる立場に対して反論する必要があると考える場合はね、全部の論点について反論してたら時間足んなくなっちゃうんで、皆さんの方で特にね、反論が必要だろうな、要は盛り上がりそうなところを自分で見つけてね、でそこをちょっと自分の見解に対する反論ちょっと加えて、で最終的にその反論潰してね、自分がどう考えるのかどうかってところを考えていくと深い答案になってくると、でそういうのが求められるようになってるんですよね。で、3段落目ですけど、以上のことを前提にね、あなた自身の意見を述べなさいということになってます。で、それを今度前提にね、今度、こちらの採点実感の方のね、講師レジュメの方を開けてください。でまず最初こちらですね、中身、これちょっと見出しが科目名
ちゃくね一番上のところに R1 司法論文憲法って形であのちょっと科目名このちっちゃいところしか書いてないんですけど、まあ、まずね憲法 R1 のこのね1ページのところになります。でまずですねこの今後の試験に役に立ちそうなところとしては、この最初の第一総論の縦一のこのカッコ1のところのこの1段落目のところですね、まあ、本文の設定は昨年と同様法律のまあ制定にあたり法律家として、助言がね求められてるんだと。でこのような問題設定において期待されているのは、まあ、法律家としてのね自らの見解を十分に展開する中で必要に応じてね自らの見解と異なる立場に触れる形で論じするということね、まあ、これで自分あのこう、ね、その問題の本質的なところをしっかり掘り下げてまあ検討するとね点数がもらえるんだということになりますね。であとはこのカッコ1の最後の段落またっていうところですけどもちょっと太字にしておきました。あのこれ訴訟の場面ではありませんので主張的確ね要はあの第三者の意見あの主張的確ってありますよね、まあ、それをあのやる必要がないんだってことになりますね。なんでこういうの知っておかないとねあの今後ほら書いちゃったらあのこう訴訟の場面でもないのに第三者の意見主張的確なんで書いちゃうだから的外れになっちゃうんでね、まあ、そういう点で、ここのところはちょっとね今後生かしてもらえればと思いますね。訴訟憲法訴訟の、まあ、場面ではありませんのでね。ただ逆に言えばあの憲法訴訟のまた場面平成29年以前ってあの憲法訴訟の場面でね憲法論を聞くような問題があのずっと出てたんで、またあのそういう形で憲法訴訟の場面になった時は もちろんね第三者の意見主張的確が問題になる時はあのそれは書かなければいけないんだってことになりますね。それからですねこのカッコ2のところなんですけれども、本文で問題となっている自由ないし権利について、まあ、表現の自由、まあ、特に表現のね虚偽表現のまあ規制ってことで表現の内容規制 のこのね、合憲性等ような問題出たんですけど、まあ、表現の自由として憲法の保障が及ぶことそれから、それに対する制約があることを論じた上でってことでこれあの人権の要はあの思考方法の基本的なことが書いてあるんですよ、ね、まずこの1行目もう一回言うと本文で問題となっている自由権利これをまず分析します。でそれがまあ表現の自由これが憲法上の位置づけになりますね、まあ、どんな権利が、ねこう制約されているのかでその、ね、制約されている権利が憲法上の権利なのかどうかっていうのをこう明らかに しないといけないんですけど、まあ、そういう、ね、憲法の基本的な考え方がこのところに書いてありますね、まあ、本文で問題となっている自由ないし権利について表現の自由として憲法の保障が及ぶことそれに対するで今度、ねその制約があるんだでここから初めて、ね、そのじゃあ制約が憲法的に許されるのかどうかその制約の、ね、憲法適合性が問題になるということでそこで初めて意見審査基準の方に行くんですよね。というわけでこれ別にあの今初めてここにあの書かれていることじゃなくて従来から、ね、ずっとあの司法試験の論文試験であのこういうことを言われていたんで、まあ、改めてこの、ね、憲法の施行を特に法令意見の時に、ねこういう形でやるんだというのをしっかりと考えておいてもらえればというふうにあの確認しておいてもらえればと思いますね。あとはですね、こちら2ページの方ですね R1-2 ページのところの、今度またカッコ2のところなんですけどもここですあのこのね合憲性を判断する枠組みを定立する際に考慮されるべき事項と定立された枠組みに照らして合憲性を判断する際に考慮されるべき事項は、まあ、重複する場合もあるんですけど基本的に両者ね ある程度自覚的に区別される必要があるんだってことになります。でこれもあの基本的なことを言ってまして例えばですよあの、まあ、憲法であの皆さん学んでると思うんですけど法令の合憲審査するときってその立法を支える社会的事実ねそれの必要性合理性見るじゃないですか要は立法事実のまあ審査をしますよね。でその法令意見審査するときにじゃあその使う事実というのは立法事実なんですけどその審査基準同じ立法事実でもその審査基準立てるところと基準立てたときにあの具体的にこう当てはめするところとね若干事実使う事実があの変わってくるんですよ。なんでかっていうとそれ変わんなかったらあの規範立てるところと当てはめするところ全く同じになっちゃいますよね。あとはあの処分意見の場合って今度逆に司法事実立法事実じゃなくて司法事実ということでその当該ね、事案におけるその具体的な事実に基づいてその処分の合憲審査するんですけどそれもやっぱりその処分の合憲性を審査するための判断枠組み要は規範立てるときに使う事実とあとその規範立てた後に当てはめに、ね、使う事実ってやっぱりちょっと若干質が、まあ、違うんですよね、まあ、そんな感じでそこのところちゃんと明確に区別しておかないとそもそもあのきちんとしたあの憲法の文章に、まあ、ならないのでねそこのところはあの気をつけてもらえればと思うんですよね。例えばあの司法事実なんかあの処分意見なんかでやるとよく分かりやすいと思うんですけど問題文の中で処分意見が問題となったときって例えば具体的な人が出てくるんですよ、まあ、あの A さん B さんとかねでそれをね規範立てるときに使っちゃいけないんですよね。いくら処分意見っていうのが、まあ、司法事実だ
ということになったとしても、その規範立てるときはその最終的な、まあ、山田さんだ斉藤さんだとかね、まあ、そういう人がどうしたこうしたっていろいろ書いてあるんですけど、その事実を若干抽象化するんですよ。規範立てるときはその最終的な具体的な、まあ、司法事実を若干抽象化して、で規範立てます。で規範立てた後の当てはめるところで本当に最終的なね、あの山田さんがどうだとか斉藤さんがどうだっていう形で使うわけね。というわけでそのね、この事実のところね、使うところがこう区別できるようにするっていうのは、これも別に従来からずっとね、気をつけてこいというふうに言われてることなんでね、まあ、改めて確認しておいてもらえればと思います。さてでその後ですね、まあこれも例年括弧3のところなんですけど、これも例年ね言われてますけど、審査基準の恣意的な設定をしている答案、この点線で書いてあるのは悪い例ですね。で実践で書いてあるところはぜひまあちょっと積極的に取り入れてもらいたいっていう趣旨で、ちょっとこう線2つの、ね、線使い分けてるんですけど、この恣意的な設定ってあまり良くなくて、まあ、審査基準の設定にあたってはどうしてその審査基準を用いるのかを意識的に説得的にまあ論じるんだってことでね、これも従来からの言われてますね。まあ、例えば極端な話、これ悪い例ですけど、表現の自由 で例えば内容中立規制だから LRA の基準みたいな、そうやって自動的に決まらないんですよ。過去問の傾向からするとね、まあ基本的にはちゃんとこう事案を、憲法に関しては事案分析してね、でその権利のまあ擁護性とか、まあ、制約の対応とか、場合によってはその立法目的なんかを見て、でその事案をねちゃんと適切にこう、まあ、対立利益が必ずね制約されている、まあ、人権とそれをね、その制約正当化するための対立利益が出てきますけど、まあ、それを適切に考慮するための基準をちゃんと具体的にまあ立てていかなければいけないんだってことになります。だからこの点もまあ別に何か新しいこと言ってるわけじゃなくて、まあ、従来からねこう言われてることですね。この採点実感とか趣旨とかを ずっと追ってくるとね、まあ、こういうところが読み取れると思います。あとはよくねこれ括弧5に飛んでいきますけど、これも従来からもう何回も散々こう注意されてることなんですけど、厳格な基準を立てているにもかかわらず、その基準を満たすかどうかの具体的な検討の中ではそれほどの理由のないままね、制約の必要性をまあ認める答案、これ悪い例ですね。審査密度がよく合ってないって形で従来からね、こう採点実感で指摘されてるんですよ。まあ緩やかな基準を立てた時は当てはめする時にあまりこう厳格に当てはめしちゃいけないのね。それは何でですか皆さんっていうと、そもそもさ、緩やかな基準立てるっていうのはさ、立法裁量を尊重、まあ、大雑把に言えば立法裁量を尊重してるからこそ、その緩やかな基準っていうのがまあ正当化されるわけですよね。でそういった趣旨でまあ基準立ててるのに、当てはめのところでさ、例えばこう厳格にまあ見てしまったら、その基準立てた趣旨と当てはめが合わなくなってしまうんですよ。で今度逆に、まあ、その一定の理由で、まあ、基準を厳格に立てたんであれば、やっぱその趣旨を踏まえたその当てはめを、ね、していかなければいけないわけですよね。権利が例えばさ、まあ、擁護性が非常に強いもの で規制対応が非常に厳しいんだってことになった時にさ、本当にじゃあそんな大事な権利をそんな厳しい対応で制約できるのかってことを、まあ、人権救済機関である裁判所がまあ審査するときにやっぱ結構厳しい基準立ててくると思うんですよ。でそういう趣旨で厳しい基準立ててるのに、当てはめのところでさ、例えばその目的手段審査するときにね、まあ、目的も大した目的でもないのにさ、それを大した論証もしないまま目的が重要だってことで言ってさ、まあ本当に重要なのかっていう論証が十分できてない。で当てはめるところもその手段のところね、結構厳格に見ていかなければいけないはずなので、なのにその関連性のところをほとんどこうまともに審査しないで抽象的なまあところからねやってしまうってなると、やっぱその基準と当てはめが合わないんですよね。でそれがまあ従来からその審査密度が合ってないんだってこと、散々採点実感の方でね、過去問の過去の採点実感でまあ批判されてるところであるんですけど、まあそういうところがこう言われてるというところになります。でこういうところを意識するだけでも全然点数が、ね、変わってくるんで、まあ、本当にここのところね、散々採点実感で言われていることなんで、こういうのしっかり気をつけてもらえればというふうに思いますね。あとは判例への言及、これまあ最近の、ね、傾向ですけど、縦3のところ、2ページの、ね、R1-2 ページの一番下の縦3、判例への言及についてですけど、関連する判例への言及は以前に比べるとまあ増えているが、問題はその引用の適切さで、引用を適切にできるかってやっぱ普段のインプットでも決まっちゃうんでね、ここのところね、表面的な理解しかできてなければそれは適切な引用できないんで、ここは本当にインプットして、ね、大事な判例ちゃんと勉強しないといけないことなんですよね。というわけで、まあ、表面的な理解じゃなくてね、きちんとしたインプットができないと、今後ちょっと第2こういう取材形式が続くんであればね、ちょっと第2答えた答案作れませんので、もう本当に判例しっかり、大事な判例ね、特にしっかりと勉強するってことをやってもらえればと思います。それからですね、今度、3ページ R1-3 ページの方ですけども、まあ、表現の自由、今回虚偽の、ね、表現をまあ規制するっていう内容、表現の内容規制なんですけれども、まあ、この問題に関してですね、例えばちょっと皆さんの今後に役に立ちそうなところっていうことになると、
この括弧に縦1の括弧2のところを見てください。 R1 のね、-3 ページの第2縦1の括弧2のところですけど、現実世界ではフェイクニュースが問題となっていることに引きずられたのかね、まあ、フェイクニュースっていろいろね社会的な問題を引き起こしてるんでね、まあ、なんかこう悪いイメージ持ってる人が多いかもしれませんけど、ですが引きずられたのか十分な検討しないまま規制に肯定的な議論を展開するものが、まあ、意外に多く見られた。しかしね、フェイクニュースの問題性認識、問題性認識することとそれをいかに規制しうるかは、まあ、別のまあ問題でありましてね、問題性認識するのは素人でもまあできることですけどね、そのどうやってじゃあ合憲的に規制できるかっていうのはこれは法律家にしかね、まあ、法律を勉強している憲法を勉強している皆さんにしかまあできないことですから、まあ、そこをちゃんと区別して規制の合憲性ね、慎重にまあ検討してほしかったということになります。それからカッコさん、まあ、この今のカッコにまあ関連すると思うんですけど、カッコさんのところでね、まあ3行目の線引いてあるところですね、まあ、虚偽表現について安易に表現の自由の保障範囲からまあ外したりね、安易にね、それからまあ低価値言論として制約を簡単に認めたりすることには慎重な姿勢がまあ必要なんだということになりますね。極端な話はね、よくヘイトスピーチなんかはあのこういうあの議論がされることがあります。そもそもあの表現の自由の保障外なんじゃないかとかね、あるいはその保障されるとしても価値が低いんじゃないかってことになるんだけど、単純にあの内容が虚偽の表現って、要はフィクションなんかもあのいろいろこうほらあのね、虚偽の表現することによってまあ人を楽しませようとするってことあるじゃないですか、ね、なんでただ表現が虚偽だからって言ってそれで直ちにやっぱその表現の自由の保護範囲から外れちゃうとかって普通はそんなことはないはずなんですよね。皆さんだってさ、何か人をこう面白おかしくこうさせようと思って、まあ、作り話をねあのこうするときもしかしたらあるかもしれません。でそうするとじゃあそれが虚偽表現で表現の自由の保障外って言ったらやっぱおかしいじゃないですか。でそこなんですよね、まあ、そんな感じのとこね、まあ、虚偽の内容の表現でも場合によっては価値があるものだって十分あるし、あと世の中ね、そういうものもあると思うんでね、まあ、そういうところからやっぱりこの虚偽表現だからといって直ちに保障外あるいは価値が低いんだって、まあ、短絡的にあのやるのは良くないんだということなんですよね。もう検討の結果のそういう結論になるのはあり得るかもしれません。もしかしたらね、あり得るかもしれませんけど、それをその簡単にやっちゃいけないんだってことになりますね。まあ、結論は別にどちらでもいいと思うんですけど、ちゃんとしっかり検討するっていうのが大事なんだと思います。それからですね、今後のためにちょっと役に立ちそうなところというと、この今度ね5ページに飛んでってください。 R1 の -5 ページのところですね。で立法措置の、まあ、1縦2のね立法措置の丸1についてっていうところなんですけれども、特にねこの括弧さん、縦2の括弧さん気をつけておいてください。あのこれ虚偽表現をねあらかじめ、まあ、禁止して、で罰則あのそれやっちゃった人にあの罰則課されるんですよ。でおそらくね虚偽表現が あらかじめこう禁止されてるってことで、これを事前規制って捉えちゃった人が、まあ、結構いたみたいなんですけど、それが間違ってるってことなんですよね。でここでその縦2の括弧さんのところですけど、まあ、立法措置丸1についてね、検閲や事前抑制であるとして許されないとする答案も少なからず見られたんですが、まあ、そもそもね、事前抑制の原則禁止という時のこの事前の概念、ここね、事前の概念が理解されていないのではないかというあの指摘が、まあ、されてます。まあ、本文は虚偽表現を一般的に禁止してるけど、まあ、事前規制を、ね、してるわけではない。でこれどういうことかというと、このメモをあのつけておきました。この下にね、あの事前抑制っていうのはこの、ね、メモにあの書いておきましたけど、表現行為がされるのに先立って公権力がその内容をチェックしてね、で表現行為をあの抑制、することがまあ必要になるんですよ。いや事前のチェックが必要なんですけど、今回の問題は別になんか事前にチェックされるわけじゃないんですよね。まあ、一般的に禁止して、でやっちゃった後に事後的にあの罰則が課されるんだってことになるから、まあ、典型的な事後規制なんですよ。というわけでね、まあ、この事前規制の事前っていう意味を誤解しないようにしておいてください。これやっちゃうともうかなりあのこう点数ね、あの大きくあのマイナスっていうか、あのもうそもそもこういい点数取れなくなっちゃうと思うんでね、ここ根本的なところなんでね、まあ、そこは十分気をつけてもらえればというふうに思いますね。じゃあちょっと時間の都合で憲法はまあこれぐらいにいたしまして、今度ね行政法の方行こうと思います。そうするとその先でね、あの行使レジュメの R1 の -7 ページのところになりますね。まあ、科目はあの一番上のところにちっちゃくね、あの行政法ってあの書いてあるんですけどね、ここから行政法になります。 R1 の -7 ページのところです。で特にこう論文試験で行政法に関しては、まあ、例年問題文にねやっぱ会話文が出てきて、で受験生にどういうことを書いてもらいたいかっていうことを結構誘導してるんですよ。なのでまずこれに乗って答案書かないと、どんなに行政法の知識があってもね、あの合格点に届かないんですよね。なので気をつけてもらいたいのは、この縦2の R1 の -7 ページの縦2の採点方針というところです。特にこの最初の2行目のところ、最初の2行のところが大事ですね。まあ、採点にあたり重視してることはね、だ重視されてることを意識して書かないとやっぱ点数乗りませんから、合格点届きませんのでね、まあ、採点にあたり重視
していることは例年とまあ同じくね、問題文及び会議録中の指示に従ってね、基本的な事実関係や関係法令の趣旨構造を正確に分析検討して、やっぱ問いに対して的確に答えるんだってことになりますね。なのでこうね、ちゃんと出題者のね、こう意図をこうある意味こうなんだろうな、問題文見て出題者がどういうことを聞こうとしているのかって一生懸命本気で考えることなんだと思いますね。合格点にまあ乗るためにはね、知識というよりはね、まあ、知識も最低限の知識は必要ですけど、それだけであの論文試験ってやっぱ受かんないんですよね。出題者のやっぱ意図に応えたようなね、意図に応えられるような答案をまあ作っていかなければいけないんだということになります。であと今後ちょっと役に立ちそうなところはね、9ページ R1 の-9ページのところを見てください。で縦読んで、まあ、採点実感、まあ、試験考査員が受験生のまあ答案をね採点して、まあこういうことを感じたんだってことで、ここすごく参考になりますんでね。でそこで、R1 の-9ページの縦読んの採点実感で、まあ、今後の特に役に立ちそうなのは、下から2つ目のブロックのところですね、いわゆる法的三段論法いや問題提起部分と検討部分との対応関係への留意が甘い答案が、まあ、相当数見られたと、これ悪い例ね、点線引いておきましたんで、これ反面教師にしてほしいのね。こういうことやっちゃうとなかなか合格に近づけないということですね。で2行目の途中のところですが、規範を提示することなくいきなり事案の分析を始めたりで、さあの事案の分析なかなかね、あの規範も立てないままやられちゃうとね、もう法的な文章じゃなくなっちゃうんですよ、ね、そうすると、まあ、論文試験っていうのはこう法的な文章を書く能力があるかっていうのを試すあのものですから、こういうことやった段階でもうあの合格点絶対乗らなくなっちゃうのね。どんなにこういいことを思いついても、やっぱりその法規範を立てて、でそれとの関係でね、その事実 あの当てはめを、ね、していかなければいけないんだってことになると思うんですよね。ただねこれなんかそんなの当たり前じゃないって思う人あの結構多いとは思うんだけど、実際に本番の、ね、試験であのやっぱ行政法の問題って複雑な誘導が、まあ、されてるのでね、まあ、意外とついこうグダグダやりがちなあの科目なんですよ。すごく意識してないとね。だからこういう、ね、あのところをしっかりといつもこう心の中に留めてね、忘れないようにして、まあ、なんとか頑張って規範立てて、それで当てはめをするんだっていう姿勢をね、あの忘れないでもらえればと思うんですよね。自分が受験生の時はそこすごく気をつけてましたね。あの、まあ、一応過去問をまあ見てね、でこれ、意識してないとこれ、まあ、複雑な誘導がされてるから、ついそのままねあの誘導にあるようなこと順番に書いちゃって、で、まあ、三段論法できなくなる可能性があるなっていうのは常にその危険は感じてましたね、過去問を見ててね。だから、まあ、ちゃんと本番の試験受ける前にもう何としてでも、特にあのメイン論点ね、その事案の処理に必要な、まあ、論点、まあ、いくつかある中でも特にメイン論点だけは絶対に規範立てて当てはめしようっていう、ね、意識をあの、まあ、行政法だけじゃないですけど、まあ、全ての科目、ね、に対して持ってました。特に三段論法があのこうやるあのつい忘れがちなのはね、やっぱこの会話文がついてる科目ですよ。で司法試験 の, あの、まあ、科目で言えば、まあ、行政法とか民事訴訟法ってよくね会話でいろいろ誘導されてるんですけど、そういう時ねちょっと気をつけないといけないですね。まあ、会話文に乗ってなんか順番にこう書いてっちゃうとね、会話の通り順番に書いてっちゃうとこうつい法的三段論法されないでね、ただ単に事実がぐだぐだ書かれちゃうことになるんだけど、それはあの絶対やっちゃいけないってことになります。もちろんあのちっちゃい論点含めてさ、全て の, あの論点三段論法でやろうとしたら時間足んなくなっちゃうから、そこはちゃんとねあの全体 の, あの試験時間の配分とか考えて、まあ、やってもらいたいと思うんですけど、少なくともその事案を処理するのにやっぱ一番中心になるようなあの論点というのが事案ごとにあるはずなんですよ。一般的抽象的な重要性とは違います。あのよく予備校で A ランク B ランクとかっていう、そういう意味で の, あの重要性じゃなくて、その事案を処理するのにまあ、ね、重要な論点というのがあるはずなんですけど、そこはやっぱ三段論法していかないとね、要は当てはめに使うような事情がいっぱいあるような論点はやっぱ規範先に立てとかないと、まあ、そもそもあの合格点にあの乗らない恐れが、恐れというかまあ合格点に乗らないと思うのでね、まあ、そんな感じであのね、当てはめに使えるような事情がいっぱいあるときは必ず規範立ててやっていくようにあのしておいてください。あとはですね、面白そうな今後の試験に役に立ちそうなところっていうと、ちょっとこの行政法に関してね、問題文ちょっと同時に、見てもらいたいんですけれども、問題文のところですね。で、あのこの問題文の冊子、あの憲法の後にあの行政法があります。まあ、広報系先にね、憲法行政法載ってまして、でちょっ とすみませんね、投資番号があのちょっと投資番号としてのページ数が書いてないので、ちょっと憲法の後っていう形になっちゃうんですけど、そこで広報系科目第2問ってあの書いてあるところ、これがあの行政法の問題になります。で今後の皆さんの試験に役に立ちそうなね、ちょっと思考方法として紹介したいのは、3ページ、行政法の問題文の3ページ見てもらいたいんですけど、設問2の括弧2のところですね、要は本案
におけるその処分が適法か違法かっていうのをよくね聞かれて、しかも例年配点割合が高いんですよ。でそれに関するまあ基本的な思考方法なんですけど、括弧2のところを見てください。まあ、問題文の内容知らなくてもね大丈夫です。とりあえずね括弧2、本件事業認定がですね、まあ、道路を整備するのに土地をね、まあ、まあ収容して、このねやるんだということで、まあ、事業認定されたんですけど、本件事業認定が法20条3号ってことでね、法案の適法違法、処分の適法違法を聞くときは大体こう根拠法、処分の根拠法令がね必ず条文が問題になりますけど、この法、20条3号の要件を充足せず違法であるとの A の主張としてね、こちら公権力側の方反論、 B 権が行う反論を踏まえてね、で弁護士ってのはこのね A さんからこの相談を受けている弁護士なんですけど、弁護士 E の立場からまあ検討しなさいということになってます。でこういう問題見たときに、このね何を気をつけなければいけないってことかってことなんですけど、3号20条の3号を見てみましょう。この条文見てね、どういうことを考えればいいのかっていうのは、いかにこう過去問これまでしっかりやってきたかっていうところに関わってくるんですけど、7ページ見てください。この行政法の問題文のところのね7ページのところなんですけど、これで土地収容法の条文くっついてるんですよ。で20条比較的7ページの上の方のね比較的上の方なんですけど、20条のところね、まず柱書き見ていきますと、国土交通大臣または都道府県知事は申請にかかる事業が差の覚悟の全てに該当するときは事業の認定をすることができる。まあ、逆に言うと、このどっか一つでもかけちゃうと事業認定違法になるんですけど、今回設問の方ではこの3号これ満たさないから違法だってことを書けっていうふうにね皆さんの方にこう求めてるわけですよね。でそこで3号を見ると、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることで、これどういう視点から適用よっていうふうに規範立てていかなければいけないかっていうのは、これやっぱいかにねこれまで過去問しっかりやってきて行政法の思考が身についてるかなんですよね。でこれどうしますって言うと、皆さんこの3号を書くから違法だ、事業認定が違法だっていうふうに言いたいんですけど、この文言何が書かれてますかねっていうと、まあ、今回道路の整備をすることが事業の認定の内容になってるんですけど、じゃあ道路整備の、まあ、とにかくもう交通の発達のためにじゃあ道路を、ね、整備する必要があるからってことで、まあ、この要件満たすんだって考えちゃっていいのかって話なんですよね。で通常ほら、まあ、交通その道路を作る反面環境が害されたりとか、まあ、いろんなその反対利益がね対立利益が出てくると思うんですけど、そこのところを調整、事業認定の段階で調整しなければいいのいけないんじゃないか、まあ、そういう発想になると思います。で実はそういう目で見るとこの条文の中にそういう意味が全部入ってるはずなんですよ。まあ、事業計画が土地の特に合理的っていうところだけ見ちゃうとね、まあ、道路の、ね、利便性の方に着目されがちなんでしょうけど、その手前のやっぱ適正っていうところがありますよね。土地の適正なのでやっぱ対立利益をねここのところでまあ見ていかなければいけないんですよ。そうするとどうでしょう、皆さんこういう形で、この要件のまあ該当性考えるにあたって、まあ、道路の、ね、こう整備することの利便性のほかに、まあ、それで道路を作ることによって、ね、いろいろ環境破壊とかがまあ起こるわけですけど、そういうところを適切にまあ処理するための、ね、その規範って何ですかっていうと、行政これは過去問に慣れてるかどうかなんですけど、これが、ね、要は要件裁量、例えば、ね、この要件のまあ充足性判断するにあたって行政庁のまあ裁量がまあ、あるんだということで、まず裁量論の話にまあ持っていくといいんじゃないかと思います。同時にどういう時にじゃあ裁量の逸脱、まあ、乱用になるかというと、やっぱ適切にほらこの、まあ、いろんな利益があるわけだからうまく考慮したいじゃないですか。だから、まあ、そういう観点からねこう利益考慮の視点をうまくね裁量論の中に入れていければいいんじゃないかと思います。でそういう目で見るとね、この採点実感がすごく読みやすくなると思いますね。ちょっとご紹介しますよ。利益考慮のところに触れているところとしましては、例えばですね19ページ R1-19 ページ、こちらすみません講師レジュメの方になりますね。講師レジュメの方になります。行政法の過去問慣れてないとなかなかね条文からこういう発想にならないと思うんですけど、過去問ちゃんとやってるとねこういうの分かるようになってくるんですよね。まあ、必ず対立歴というのを見るようになってくるんでね、比較考慮なんですよね。で R1-19 ページのところの4つ目のブロック見てください。まあ、全部で4行ぐらいの短いものなんですけどね、 R1-19 ページの4つ目のブロック、上からね、まあ、下から3つ目のブロックですが、ここです。裁量権の逸脱乱用の問題として正しく捉える答案が大多数だから、まあ、やっぱ条文見てね裁量のこと聞いてるんだってのは、ここはさすがに多くの人が気づくんですよ、受験生はね。でこの後ですね、中でも考慮されるべき利益を比較考慮する際の視点
を、で法解釈のまあ中からね、まあ、処分の根拠法令、事業認定のまあ根拠法令がどういう利益をまあ保護しているのかというところをしっかり導き出してね、処分の根拠法令の解釈の中から導き出した上で、で事実関係を丹念にまあ拾いね、諸事情を整理分類して論じることができている当欄はまあ丁寧な印象でね、好感を持てたということになってますね。でこれはまあなかなかね、慣れないと難しいところなんだけど、過去問とにかく徹底的にやることですよ。ここのところはね、大事な過去問はしっかり、特に司法試験の過去問ね、それを徹底的にやることによってこういう力徐々に身についてきますんでね、裁量のやっぱいたずらによってずっと聞かれてるんでね、これはいきなりこの問題初めて見てできるわけないから、やっぱ過去の蓄積っていうのがすごく大事になってくると思います。でこのね、比較考慮する際にやっぱその処分の根拠法令解釈して、でそのね、どういう要素を見ていかなければいけないのか、そこをね分析するのってすごく大事なんですよ、例年で。その点に関しては R1-20 ページ、まあ次のページですけどね、 R1-20 ページのところの3つ目のブロックのところをまあ見てください。要はね、処分の根拠法令からやっぱそのね、裁量逸脱乱用を判断する際、要は比較考慮する際のね、基準要素を出してこないといけないということなんですけど、3つ目のブロックの2段落目のところでいいです。まあ、2行しかないんですけど、本問に限らず一般的に、まあ、ちなみにだからこの問題に限らず、過去問の採点時間でずっと指摘されてますからね、ここ最近ね。でそこで本問に限らず一般的に裁量権の行使に際して考慮されるべき事項が何であるかは悪いで、受験生が勝手に考えちゃいけないんですよ。ちゃんと問題文にね、処分の根拠法令くっついてますから、今回だったらまあその事業認定っていうね、処分の根拠法令である土地収用法がくっついてますから、ちゃんとその処分の根拠法令解釈、適切に解釈することによって、そのね、処分の際にまあどんなことを考慮しなければいけないのか、ね、利益考慮する際にどんなことを考慮しないといけないのか、逆に考慮しちゃいけないのか、ね、こういったことを考慮するのは処分の根拠法令が許してないんだみたいな感じでね、まあ、考えてたりするんですけど、そういうところを考えていかなければいけません。でこれ昨年の平成30年のね、司法試験の行政法の採点実感もやっぱこんな感じのこと、もうちょっと丁寧に書いてありましたけどね、これ2回目だからちょっと雑な感じではありますけど、まあ、30年のやつなんかも結構丁寧にね、その処分の根拠法令からちゃんと考慮事項を出していかないといけないんだよ。で悪い例で30年の採点実感ではなんか受験生が勝手に価値判断でね、この考慮すべき事項とかそういうのを考慮すべきでない事項出してんだけど、それ絶対やっちゃいけないんだという趣旨のことが書かれてましたからね、あくまでも処分の根拠法令から持ってこないといけないんだってことになります。で従来こういうのあんまり意識しないで適当にね、司法試験が始まった頃やってた人も多いんだけど、採点実感でこういう形で正しいほら方向性出されちゃってるじゃないですか。だから今後差がついてくるんですよね。今までこういうことよく分かってなくてもね、なんとなくそれらしい国語のね、力で受かってた、まあ、人でもこうやって正しい思考方法を採点実感でこう示されてくるとね、やっぱそれ取り入れてる人と取り入れていない人で随分差がついちゃうんで、まあ、今後やっぱ大変になってくるのかな。ちゃんとね、正しい思考ができるように、ちゃんとね、しっかり過去問検討していくっていうのが大事になってくるというふうに思います。さてじゃあ今度ですね、次民法の方行きましょう。R1-23 ページの方行ってください。 R1-23 ページのところですね。でまずですね、採点方針のところをちょっと確認しておきますね。R1-23 ページの縦2のところ、採点方針というところですね、これ民法になります。で、このね、縦2の採点方針の2つ目のブロックのところなんですけど、これもずっと例年同じようなことが書かれてまして、民法ね、どういうところが評価されるのかというと、2つ目のブロックの1行目ですね、まあ、単に知識を確認するにとどまらず掘り下げた考察をしてね、それを明確に表現する能力とか、論理的に一貫した考察を行う能力、それから具体的事実をまあ注意深く、ね、分析して、法的な観点から適切に評価する、まあ、能力ね、まあ、事実分析した後に法規範立ててね、まあ、三段論法をして、まあ、一定の結論出すということになるんですけどね、まあ、そういうことをしっかりやってきなさいということになります。でどういうところで点数もらえるかというと、次のね、二段落目のところの2行目ですけど、その考察、太字にしてあるところです。その考察がどの程度適切なものかに応じて点を与えると。だから表面、論点ね、全部表面的に書いても意外と点数伸びないときが、まあ、あるんですよね、その考察の程度っていうところをしっかりと見られてます。でそのため、このさらにっていう段落ですけど、次の段落ですが、複数の論点に表面的に言及する答案よりもね、特に深い考察が求められている問題点につき緻密な検討をし、それらの問題点の相互関係にもいら払う答案、これがまあ優れた、ね、法的思考能力があるんだということ で次の行、太字のところですが、答案を全体として評価して論述の緻密さの程度や、ね、構成の適切さの程度に応じてもまあ点を与えるんだということ で2行飛ばして太字のところです。別の説問について必要な検討の一部がなくてね、一応なんかそれで知識不足がまあ伺われちゃったとしても、そのことから直ちに答案の全体が低い評価を受けることにならないようにはなってますのでね、まあ、そういう視点ですね、まあ、深く掘り下げた考察、なんか表面的に書くっていうよりは
まあ、深く掘り下げた考察をした方がね、あと他の科目が基本的にこんな感じなんだと思うんですよ。さっきの行政法なんかも結構ね、深い考察をもともともノーマルで求められてることが分かるような問題だと思うんですけど、まあ、基本的にやっぱ論文試験でこういう発想でいた方がね、いいんじゃないかというふうに思いますね。何でもかんでも全部表面的に書くということはしないということですね。でそれから今後の試験にちょっと役に立ちそうな知識面のところなんですけど、R1 の-24 ページのところを見てください。括弧1の設問1についてっていうところのところですね。で、まあ、従来ねよくこうインプットの段階で重要論点を押さえてるわけなんですけれども、この採点時間見るとね、なんか意外とこう受験生が思ってる以上に深いね理論面のところを追求してるなっていうのが分かるんですよ。でちょっとご紹介しますと、こちらのね24ページのところの縦3括弧1のね設問1の全体的な採点実感の1個目のブロックですね。設問1において論ずるべき事項は、まあ、大別して、でまず1、これは受け負い契約でね建物を建ててもらったときにその所有権がいつの時点で注文者とね受け負い人のどっちの方になるのかって話ですけど、1、建物の敷地からの独立性と、建物新築請負契約の当事者間に建物所有権の帰属についての、ね合意があればその合意に従って、帰属が決定されること、まずここが一つポイントになりますね。ちなみに建物の敷地からの独立性ってこれどういう意味でここ書いてあると思いますっていうと、土地って不動産なんで基本的にほらそこになんかこう動産なんかがこうくっついてしまうと、符号ってことでね、土地の所有権に吸収されてしまうじゃないですか。だけど建物の場合は土地の上にね建物新築しても建物が別に土地に符号してね土地の所有権と一体になるわけじゃないんだよってこと、ある意味当たり前のことも言ってるんですけど、そういう前提ですね、そういうの分かっていることを前提に、じゃあ今度2のとこですけど、そのね新築の建物の所有権が請負人とその注文者のどっちに帰属するかって話ですけど、2のところで、3行目2、1の合意がない場合における新築建物の引き渡し前の所有権の帰属で、今回その合意がねちゃんとされてなかったんでね、この2のところ解釈論でやってくることになりますね。あと3ちょっとね話が全然違う方向に行ってしまうんですけど、全く違う方向に今行ってしまうんですけど、その工作物不法行為のね特殊な不法行為の工作物責任のところですね。占有者が大事、基本知識で皆さん大丈夫だと思うんですけどね、工作物責任占有者が大事的な責任を負ってね、で二次的に、所有者が責任を負うっていう話なんですけど、その717条のね、責任に絡めて、その所有権の帰属がどうなのかって話をねちょっとついでに聞いてるって感じですね。で特に、ね、この2、その請負新築建物の、ね、所有権が注文者と請負人にどう帰属するのかというところなんですけど、次のページ、R1 の-25 ページのところを見てください。 R1-25 ページのところですね。でこのね2に関しては1個目のブロックのもう初っ端の一番上のところですけど、2に関しては請負人帰属説、これなんかね結構、有力的な見解になっているようですけど、請負人帰属説に立つ答案の中でね、材料のこれ丁寧な要は説明理由付けがされてるんですよ。ここをね、見てもらうんですけど、材料のこの全部または主要部分の提供者が誰かによって所有権の帰属が決せられるという原則の根拠につきね、結論を覚えてる人多いと思うんですけどね、担当試験でも出ますのでね、でその根拠につき、材料の所有権が積み上げられて完成した建物となるというね、物件法の論理を正確に指摘ってことで、この理由付けをねこうやって書いてると、いい印象を受けるんじゃないかってことになってますね。一応この結論はね知ってる人は多いと思います。一応判例の立場に整合する見解なんで、担当試験ではそもそも聞かれますから結論はね、だけど論文試験でこうね書くときにちょっとこう理由をこうね説得的に書くと印象が良くなるのかなっていう感じはしますね。それからですね、今度 R1 の-26 ページですね、に行ってください。で今後の試験にちょっと役に立ちそうなところとしてはね、 R1-26 ページのところの括弧に設問2についてっていうところですけども、1個目のブロックのところですね、設問2において論ずるべき事項は大きく1から3の3つがあるんですけど、これね別に事案知らなくてもここ読んで理解できると思います。逆にこれ理解できないとね結構民法の勉強は頑張らないといけない感じになると思うんですけど、ちょっとこう見てもらいますと、第三者対抗力を備えた将来賃料再建譲渡、普通に再建譲渡ね、でそれが将来発生する、まだ弁済期が来てないね、将来発生する賃料再建、それが再建譲渡されたってことなんですけど、第三者対抗力を備えた将来賃料再建譲渡がされた場合においてね、賃料再建を生ずべき賃貸借の目的不動産が譲渡されてしまったと。だから要は将来発生する賃料再建に関して、その再建譲渡って形でその再建譲り受けた人とその賃料が発生する元の建物が他の人に全く違う人に、ね、第三者に譲渡されてしまったんで、その人はその人でほら普通に
賃貸人の地位引き受けるんだとしたらね、賃貸人の地位が承継されるんだとしたら、まあ、普通に賃貸人として賃料請求できるはずじゃないですか、その時が来れば。というわけで将来発生する賃料債権に関して今ちょっと対立関係が生じちゃってるという状況なんですよね。直接その債権譲渡によってね、その将来発生する債権を買った人と、そのね、そもそも賃料が発生する元のまあ不動産、それをまあ買った第三者ですね、その人がその将来発生する賃料債権に関してこうね対立関係が生じてます。でそういう状況の中で生じてくる論点としては、まず丸1、目的不動産の譲渡の効力が優先すると考える場合、これは賃貸人の地位を受けた人がね、こっちの方がまあ優先するっていう考えですね、まあ、その根拠。それから丸2、将来賃料債権譲渡の効力が優先すると考える場合、これはあの普通にねその債権を買った人の方をね優先するっていうことなんですけど、その根拠、まあ、それぞれのまあ根拠をまあこうね説明して、で最終的に丸3で、自分の見解ね、まあ、そのどっちの方が正当なのかってことをね、まあ、理論面、実質的な、ね、妥当性の面からねしっかりとまあ検討をしてほしいということになってますね。でこの点に関して将来、まあ、ちょっと試験に役に立ちそうなこととしては R1-27 ページのとこですけど、まずこのねちょっと民法の改正が絡んでるんで、そこのちょっと知識としてちょっとね説明しようと思ってます。これはまだあの改正前の民法前提にこの採点実感って書かれてるんですけど、今度皆さんがね、まあ、2020年の4月1日から新しいあの改正民法を施行されるんでね、ちょっとそちらの方をですね、今度の試験、次受ける試験改正民法でやっていかないといけないので、それがどう変わるのかって話です。 R1 の-27 ページの1個目のブロックです。で個別に見ると丸1についてはってことですけど、要はこれ賃貸人の地位 の移転の話なんですよ。で丸1についてはってこと でこれちょっと改正民法の話がちょっと出てくるんですが、 H が落ち建物の所有者となったことにより E に対する賃貸人となったことを論ずべき、つまりね賃貸目的物を譲り受けたんで賃貸人の地位が承継されたってことは従来からねあの皆さんあの勉強していることだと思うんですけど、でその根拠については、まあ、当然承継の構成を取る答案が大部分をまあ占めたと。賃貸人の地位の移転によって当然ね、あの目的物の譲渡によって当然賃貸人の地位がまあ承継するんだってね、あのよく覚えてると思うんですけど、まあ、それで書いた人が多かったみたいなんですよ。しかし、不動産賃貸借の目的物の所有権移転による賃貸人の地位の移転について当然承継が生ずるのは、これはまあ基本知識でやっておかないといけないんですけど、賃借人が対抗要件を備えている場合ね、賃借人の方がね、賃借人対抗要件を備えてなかったら基本的にあの新しいさ不動産買ったあの新しい所有者にその賃借権対抗できなくなっちゃうからね。なので、当然承継の前提としてやっぱこの賃借人の方で対抗要件が備えられている場合に限られるんですよ。で本文で言うと、まあ、建物の、まあ、賃貸借だったんですけど、借地借家法の31条のですね、その建物の引き渡しっていう対抗要件を備えている事案だったんで、まあ、やっぱそこをちゃんと指摘しないといけないんだっていうことになってます。でここ基本的な理解なんだけどね、意外とこういうところを書かない人がまあいるんで、こういうところがあの採点者の方としては不満なんだってことになってきますね。でここね、あの一番下の中27ページの一番下の中2つあるうちの最後の2個目の中なんですけど、あの賃貸人の地位の移転が、ね、あのされるってことは改正民法を明文化されてまして、605条の2と605条の3なんですよ。で605条の2はこれはあの当然承継の方です。要は対抗要件が備えられた賃借権ね、それが当然あの新しい建物の所有者の不動産の所有者の方に、ね、行くっていうのが605条の2なんで、今後は当然承継の理論を使うんだったらこの605条の2ですね、今まではあの解釈論で判例法理とか解釈論でやってたんですけど、今後は605条の2をあの使っていくことになります。でちなみに、まあ、605条の3は、ね、直接関係ありませんけど、あのこれは合意による移転ですね、賃貸人の地位の合意による移転。当然承継の方は605条の2の方になりまして、それが27ページの1個目のブロックに今対応しているということになります。だけど、今後、ね、その当然承継の話するんだったら、まあ、判例理論をその明文化した、ね、605条 の2の方をちゃんと使って、ね、で要件書いてあるんですよ。対抗要件、賃借人の方が対抗要件備えてないとダメですよみたいなこと書いてあるんで、まあ、その条文の要件を満たしているかどうかという形 で、ね、で満たしていればその効果として、ね、賃貸人の地位の移転が生ずるんだという形でまあやっていきますね。あと改正民法との絡みでいうと、この同じく27ページの2つ目のブロックですね、将来債権譲渡もあの今まで解釈論でやってたんですけど、これあの明文化されてるんですよ、新しい民法は。でそこでちょっとね見ていきますと、丸2については、本件譲渡契約かっこ、ね、将来債権譲渡、まだあの弁済期が到来してないね、将来の賃料債権譲渡してるんで将来、債権譲渡っていうふうに書かれてますけど、それが有効でありかつ F がその契約による将来賃料債権の取得を第三者に対抗することができることをね論ずべきなんだと。でまず3行目、将来賃料債権譲渡の、ね、この有効性
については判例法理を踏まえて論ずることになるんだってことになってますけど、今まで全く明文なかったんですけど、中のね、一番下の中の1個目のところですね、将来債権譲渡に関しては改正民法でね、466条の6に、規定がありますと同時に、対抗要件に関する有効性に関する条文が466条の6で、その対抗要件の話、それも467条の1項の括弧書きに明文化されてますので、今後この条文をね、指摘するのを忘れないようにしてほしいということになりますね。でまた上の2つ目のブロックのところに戻りますけど、今言った通りね、この3行目のところで将来債権譲渡のね、この有効性っていうのは明文化、466条の6で明文化されてるんですけど、ただ実際ね、どういう要件を満たせばですね、この有効になるかどうかっていうのは明文化してくれなかったんですよ。だからその点で従来の判例ちゃんとここね、押さえておかないといけないのね。要はほら、式と周期をきちんとこう特定しろとか、とにかく将来債権をしっかりね、その目的物を確定しないといけないんですけどね、そういうところは従来の判例法律そのまま使ってやることになりますんでね、そこは今まで通り勉強しておいてもらえればと思います。あと今後の試験に役に立ちそうなのは、今度 R1 の-29 ページのところですね。ここも改正民法絡みで、いわゆる動機の錯誤っていう問題なんですけれども、動機の錯誤の問題です。R1 の-29 ページのところですね。で、動機の錯誤って、従来さ、まずその動機が表示されてないとね、相手の利益害者から動機の表示要求されてましたよね。と同時に最近の判例でね、現行民法、まだ改正前の民法のもとである判例が出ました。最近それが R1 の29、今見てもらってるページの1個目のブロックのちょっと長めなんですけど、その3段落目のところですね。さらに動機の表示、動機が表示されたことについては一定の論述することができていても、動機が法律行為の内容になったことについて的確に指摘することができていないものが目立った。これ悪い例なんですよね。動機の錯誤を理由に、現行民、まだ改正前の民法なら、錯誤の、無効、新しい民法だと今度無効じゃなくて取り消しになるんでね、その錯誤取り消しの一生し、するわけなんですけど、それはね、動機が表示されているだけではダメなんですよね。動機が法律行為の内容になったことがこう要求されてます。このね、平成28年の最高裁です。で、この3行目のところですが、今のね、段落の3行目、近似の判例、再判平成28年1月12日においても、動機はたとえそれが表示されてもね、当事者の意思解釈上それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、当事者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当とされていることがね、明らかな通りね、動機の表示と法律行為の内容かとは別の、判断基準として、意味を、持っていることを理由にするんだと、簡単に言えば動機の錯誤を理由に、現行法だったら錯誤無効の、主張、改正後だったら、その錯誤取り消しの、主張するには単に動機が表示されているだけではなくて、それが意思の内容ね、それ簡単に言えば契約の内容になっているんだということが必要になってくるわけですよね。でこの点に関してですね、この下の中のところをちょっと見てもらえますかね。この次のブロックのすぐ下、中2つあるんですけど、中の1個目のところになります。こちらね、2020年4月1日施行の改正民法の下では、動機の錯誤は法律行為の基礎事情の錯誤という形でね、ちょっとこれ短く書いてますけど、法律行為の基礎事情の錯誤ということで改正民法の95条1項2項の方で明文化されてます。ただですね、この後で終わった後にね、条文各自確認してもらえればと思うんですけど、公益相違事情の錯誤を理由に錯誤の一生時取り、錯誤で一生時取り消するには、一応条文上はね、その公益、その一生時が公益、そのね、公益相違事情とされていること、つまり昔の言葉で言えばその動機が表示されていることしか要求されてないんですよ。なんでやっぱその意思の内容、この契約の内容になっているところまでは相変わらず明文化されてないのね。だから今後もその解釈論が残りますね。結局ね、動機の錯誤、要は公益相違事情の錯誤を言うためには、単にその動機が表示されてるだけでなくてね、この意思内容になってるかどうか、契約内容になってるかどうか、そこまで要求すべきなのかどうかってところが、今後議論が解釈論として残ってくるんだということになりますね。動機ってね、本来的なその、例えば売買で言えばね、そのある目的物をいくらで買いますっていう、そういう一生時とまた違うところのね、その意思内容になるわけですから、それで、そういうところになんかこうね、食い違いがあるってことで、本体的な意思表示の取り消しなんかされちゃうと、やっぱ相手の利益を害される、害することになるから、やっぱ妥当ではないはずなんですよ。でそこで最低限その動機が表示されてるってことも必要なんだけど、だけどほら、それってもともと本来的にはそのね、売買契約の別に意思表示の要素になるようなところじゃないから、一方当事者が俺勝手にさ、自分が思ってることをいろいろ話してるだけで、で相手がそれを了承してないってこともあるんですよね。別にこっちはこういう商品を売る立場、売る商売してるからね、それはあなたが買い
たいっていうんであれば買いますけど、あなたのその動機以下にかかわらずねって思ってそれで売ってるかもしれませんからね。例えばお肉屋さんでじゃあお肉を売ってると、でその時買い主の方は、まあ、今日はなんか特別にね、あの例えば家族の誕生日だからってことでいつもより高いまあ肉を買うんだってことになった時にさ、今日まあ家族の誕生日なんでちょっといい肉を買いたいと思うんですみたいなことを言うとするじゃないですか。でもその時お肉屋さんっていつも通りのまあ値段で売ると思うんですけどね。でそれでなんか値引きするとかってことを通常やらずに、まあ、いつも通りの値段でやるんだと思います。でそんな中で後でさ、そのお肉も持ち帰った人がまたお店に肉持ってきちゃってね、あ家族の誕生日1ヶ月間違ってましたみたいなことを急に言われてね、でそれで動機の、まあ、錯誤なんだってことで売買取り消されたら、まあ、たまんないですよね。肉1回持って帰られたのをそのまま売るわけにもいかないからね、不衛生じゃないですか。というわけで、まあ、そんな感じでやっぱりこう動機が表示されているだけで、果たしてこの錯誤の一生事を認めてしまう、錯誤の、ね取り消し等を認めてしまっていいのかというのは、まあ、今後もまあ議論が残ってくるんじゃないかということになってきますね。というわけで、まあ、この辺のところですかね、民法のところで今後皆さんの試験に、まあ、特に、ね、役に立ちそうなところは大体こんな感じのところだと思います。さてじゃあ今度、商法の方行きましょう。R1 の-33 ページの方ですね。 R1 の-33 ページ、ここからの商法になります。ちっちゃくね、一番上のところに商法って書いてありますからね、R1 司法論文商法かっこ再現実感ですね。ここから商法になっていきます。で商法のまずね縦2のところを見てください。33ページ採点方針および採点実感っていうところですね。で、この2段落目のところですけど、その際論点について、まあ、過不足なく記述がある答案で、まあ、通常できないからね、これは多分皆さんあんまり気にしなくていいと思います。すべての論点書くなんてもう最初から不可能だと思うから、この後が大事だと思います。記述に多少の不足があっても、まあ、総じて記述が論理的である答案、制度の趣旨などに照らして条文を解釈している答案、この条文解釈大事だというのは、ね、ずっと書いてありますね。この後ね、まあ、条文解釈している答案、それから、まあ、事案に即して具体的な、まあ、検討がされている答案にはね、一定の高い評価を与えたということになりますね。ちなみに過不足なく記述がある答案もやっぱ一定の高い評価の中に入っているから、まあ、なんか全ての論点をね、浅く書いてもね、結局その一部の論点に絞り込んで深く書いた人と点差つかない可能性あるからね、まあ、そんな感じで、まあ、いずれにしろこういうところが一定の評価されるんで、まあ、多少論点を落としても、ね、大丈夫なんだって感じなんだと思います。でこれはやっぱ従来からずっと言われてましたね。商法の方でもずっとこう採点実感でね、こんな感じのことをずっと言ってきてますんでね、全てのことは書く必要はないということになります。でそんな中でですね、括弧1、設問1について、のところの全体的な採点実感というところなんですけども、まずね、1個目のブロックのところですね、設問1はこれ従来ね、こう受験生が細かいんじゃないかっていうのは思って、あまり勉強をこう手薄になりがちなところなんですけど、落ち者が後者の株主として株主総会において株主総会の権限に属する一定の事項を提案するために、会社法上どのような手段、まあ、とにかくね株主提案権ってありますよね。なんで、まあ、とにかくこう一定のねこう議案を出したいんだ、まあ、そんな時にどんな手段が取れるかってことを聞かれてるんですよ。でそんな中で少数株主による株主総会の招集手続きとかね、要は株主自ら株主総会を招集する手続きが会社法に規定されてるんですけど、まあ、そういったものとか議題のまあ提案権、それからその議案の要領を通知請求権ね、そうした行使の手続きについての理解を問うものだってことになってます。でちょっとね問題文を同時に見てもらいたいんですけど、問題文のね、またすみません、投資番号は振ってないんで、ちょっとこう順番にね、これ、公法系、民事系、刑事系の順番なんで、まあ、真ん中辺のところに民事系があります。で、民法の次なんですね。まあ、民事系科目第2問になります。ですみません、ちょっとね、投資番号ないんでね、あれですけど、第2問、民事系科目の第2問のところ、ちょっと見つけてください。あ、ちょうどど真ん中ぐらいですね。この問題冊子のレジュメのね、ちょうどど真ん中ぐらいになりますが、今回ね、設問形式、こんな風になってました。2ページの一番下のところで設問1っていうところにがあるんですけど、ここのところでね、まあ、ここにその株主がね、まあ、一定の事項を提案するために取り得る手段を、まあこんな感じでね、3行目のところ、会社法上の手段について後者の臨時株主総会を自ら、まあ、招集する場合とね、でこれでさっきの少数株主による総会のね、招集ができるんだというのを、これはまず自分で発見しないといけないんですよね。それから平成30年6月の後者の、今度は自分で総会招集しないで、まあ、もう定時株主総会ね、毎年1回必ずやりますけど、その定時株主総会の開催にあたり株主提案権を行使する場合、というわけでね、自分で総会を招集しちゃう場合と、その自ら招集しないでね、まあ、来たるべき、その定時株主総会の開催にあたり、その、ね、株主提案権を行使する場合の、それぞれの手続きを、まあ、説明し、でこれは具体的にどういう手段があるのかってね、条文の方から、まあ、探して、で手続きとかね、いろんな要件が条文に載ってますから、まあ、そこを説明して、でここですね、比較検討、
した上で論じなさいということになってます。でここがちょっと新しいところでね、今までの会社法の試験でね、あんまりこう比較検討っていうのははっきり書くことなかったんですよ。こういう形でね、比較検討も複数のこう手続き手段挙げてそれを比較検討させるってことはなかったんですけど、まあ、今年度のね令和元年度はこういう形になってるんで、やっぱここに載せてね書いていかないといけないと。で当然ですけど、多分ねこういう比較検討っていう視点から事前に勉強してる人いないから、みんな初めてなんですよ、この形でね検討するのはね。だからそういう時にね逃げちゃいけない。大体こう論文試験っていうのはよくね採点実感でいろんな科目で批判されてますけど、事前に覚えたことをね論調パターン集なんかが典型的ですけど、それをそのまま貼り付けるというのは本当に良くないって書いてあるんですよ、結構いろんな科目で。でそういうのをねやらせないためにはどうするかっていうと、ちょっとこう問題もひねってね誘導していつも考えてるような角度から、まあ結局聞いてることはいつもと同じ、まあ内容でもそれをちょっと違った角度から聞いていくんですよね。そこでこの比較検討っていうのを今回入れてみたんだと思います。まあそんな感じなんでね、そういう意図でまあ入れてるんであれば、ここから逃げちゃうとやっぱ合格点届かなくなっちゃうから、まあ現場思考でなんとかね、ここのところでこう比較検討するという視点、なんとか自分の頭使ってねひねり出して書ければいいのかなということで、まあ、今後そういう視点でね頑張ってやってほしいかなっていうふうに思いますね。まあ、今後どういう誘導化されるかが分かんないんですよね。今回たまたま比較検討っていう形でまあ出ましたけど、今度皆さんが将来受ける試験でまた違った角度からねひねってなんかその場で、こう変わった誘導がね、される可能性がありますけど、まあ、そういう時はやっぱそこが大事なんですよ。そこ聞きたいんですよ。そこどういうふうにねクリアするのかってことを聞きたくて、そういう問題出してるから、まあ、そこから逃げないようにしてほしいということになりますね。なのでそういう目で見たときにね、この採点実感で言いますと、今ね商法が33ページのところを開けてもらってると思いますけど、ちょっとページ飛びまして R1 の -36 ページですね、R1 の -36 ページです。でそれの、下から、2つ目のブロックで、これは見出しにある通り不良に該当する答案の例です。司法試験の答案ってね、おおよそまあ、優秀な答案、良好な答案、あとこの採点時間ちょっと書いてないけど、一応の水準という答案があるんですけどね。で一番下に不良の答案ということで、まあ、4ランクに分けられるはずなんですよね。でこの比較検討してないのはね、この下から2つ目のブロックなんですけど、もうこれで不良の答案になっちゃいますから、この段階でねもう第2に答えてないね、事前に覚えたことを貼り付ける、そういう回答例をねこうじゃあしょうがないなと思って、でそれで多分ああいう、まあ、問題にしたわけですよ、今までこう出してないような。なんでそこに答えなかったらもうアウトなんですよね。というわけで今後なんかこう変わった誘導がされてた時はね、そこを逃げちゃいけないんだ。そこを逃げちゃうと、まあ、不良の答案になっちゃう可能性があるからね。でこうなったら当然当たり前ですけど、合格点にはるか及ばない答案にされてしまうわけですよ。不良の答案にもう位置づけられてしまうとね、まあ、そんな感じでちょっと変わった誘導がされてる時はね、そこをなんとか頑張ってね、頭使って、現場思考してもらえればというふうに思いますね。さてでそれから今度ね設問2のところですね、37ページ開けてください。採点実感のところですね、R1 の-37 ページのところになります。で、設問2は、まあ、新株予約権のね無償割当の発行差し止め請求で、まあ、ブルドック総数事件って普通ねインプットの段階でよく勉強してる判例なんですけど、まあ、それに近いような事案なんだけど、ちょっとね違うところもある、まあ、そんな感じのね、事案が出ました。で R1-37 ページのところの括弧に設問2についてで、ね全体的な、まあ、採点実感の1個目のブロックを見てください。で括弧は設問2は後者の取締役会がおつ社による後者の支配権の取得を阻止するためにね、株主総会の決議による承認を受け、差別的な内容の本件新株約権無償割当て、要は、まあ、敵対的な買収がされてるんだってこと で、その敵対的な買収者がね新株約権行使できないような内容のね、この新株要約権の無償割当てをするんですよ。この敵対者ももうね株この会社の、ね、株式を一部持ってますのでね、その方にもその新株予約権の無償割当てされるんですけど、でもその、ね、その人はそれを行使して株式に変えることができないようなそんな内容の新株予約権を発行しようとしています。というわけでもう一回ね、設問には後者の取締役会が落ち者による後者の支配権の取得を阻止、まあ、するためにね、もう落ち者はね後者の株式をまあ結構買いもう取得してるんですけど、それ以上ねちょっとこう株式支配権を持たれたらたまんないんだってことで、その取得を阻止するために株主総会の決議によるまあ承認を受け、差別的な内容の本件新株予約権無償割当てを、ね行った、まあ、ため、これがブルドックソース事件に似てるんだと思います。これ別に新株予約権の無償割当てするときって、あと特に、まあ、これ公開会社なんでね、非公開会社だともともと新株予約権の無償割当てに
とは関わらずね、募集新株予約権発行するときでも株主総会の特別決議がまあいりますけど、まあ、これ公開会社なんで基本取締役会のまあ決議だけでできるんですけど、慎重期してね、株主の意見聞こうってことで株主総会開いてるんですよ、新株予約権の発行にあたりね。でブルドックソース事件もそういう感じの事案なんですよね。別に取締役会の決議だけで発行できるような会社だったんですけど、ここのところね、まあ株主総会のちょっと意見を聞こうってことでもやってますね。まあ、無償割当なんで特にね、こう株取締役だけでもいけるんですけどね、株主の意見を聞こう。でそういう状況の中で、3行目、オツチャが新株、予約権の無償割当を差し止めることができるかどうか、買収防衛策としての差別的な内容の新株予約権無償割当についての、まあ、理解を、まあ、問うものだということになっておりますね。でブルドック措置事件はね、差し止めが認められなかったんですよね。まあ、判例が結局ね、株主、結局特定の株主に不利益な内容の新株約権を、ね、まあ、無償割当てするっていうのは、まあ、最終的には株主平等原則法109条、ね、109ということで、最終的にその不平等な内容の新株約権を出すっていうのは株主平等原則に最終的に反するんだってこと で結局、その 新株約権の発行が、まあ、法令に違反するでしょう。でそうすると新株予約権の発行差し止め請求権を規定する247条の1号差し止め10に当たる余地が出てくるわけですよ。というわけで、まあ、新株 の、ね、その予約権の発行が、まあ、法令に違反してね、でかつ、その株主が不利益を受ける恐れがあるんだってことになると、まあ、247条の1号の、ね、その差し止めの要件を満たすことになるんですけど、その法令違反のちょっとね検討するときに、そのね内容がちょっと不平等なこの予約権を出してますからね、まあ、その点で法令違反になるんじゃないかっていうところはねやっております。あとちょっと問題になるのがね、その今の話に行く前に、3つ目のブロック見てください。新株予約権の無償割当って実はね、条文上は差し止めの対象にはなってないんですよね。だけど、まあ、それを類推して、まあ、使っていくんだっていう話ですね。まあ、ここのとこです。3つ目のブロックですが、オツチャによる新株予約権の無償割当の差し止めの請求が認められるか否かについて論ずるにあたっては、会社法247条、これ新株予約権の、ね、差し止め請求の、まあ、条文なんですけど、新株予約権無償割当との、ね、条文の位置関係や247条が規定する内容からすると、要は247条って募集新株予約権の発行の差し止めだって規定してるんでね、無償割当じゃないんですよね。募集新株予約権の差し止めを直接規定している条文であって、無償割当を差し止めることを規定している条文ではまあありません。というわけで直接適用はできないんですけど、でもまあその、ね、趣旨が妥当するってことで、まあ、それが類推されるんだってことを、まあ、簡潔にこれ長くやっちゃいけないのね、こう誰も争ってる人がいないので、この、ね、無償割当の事案にもね247を使えるんだってことは、これ誰も争ってないから、まあ、なかなか書いちゃいけなくて、まあ、簡潔にまあ検討するということをねやっていきますね。これはインプットの段階でやってるはずなんですよ、ちゃんと勉強ね、通常はインプットでこれやっとくべきことになってきますね。で、まあ、判例もここのところそんなに争ってないんでね、実際ブルドックソース事件なんかもね、最高裁のところではこれ争点にすらほとんどされなかったんでね、原審の方ではまあちゃんとね類推されるんだみたいなことを結構しっかりやってますけど、まあ、最高裁でも争点にすらされてないんでね、ここのところはまあ簡潔にまあやるんだということになりますね。で問題はね、その仮に今回、まあ、1号の、ブルドックソース事件を参考にして、じゃあその法令違反、株主平等原則を規定する109条の法令違反があるんだってことを理由に差し止めしようと、した場合にですね、それが下から2つ目のブロックになりますね。37ページのところの下から2つ目のブロックで丸1って書いてあるところです。本件新株予約権の無償割当は、新株予約権者の差別的取扱いを内容とするものであり、株主平等原則括弧ね109条1項、またはその趣旨に反し法令に違反するものとね、主張するということでね、247条の1号の差し止め自由がね法令違反なんでね、その109条違反、というところをね、うまくその法令違反のところをに結びつけてですね、で1号で差し止めしていこうっていうのが一つね、案になってくると思います。で一応この2号の筋も下級審のね東京高裁の17年判例挙げられてますけど、まあ本件おそらくブルドックソース事件をしっかり勉強している人がまあ多いと思うので、まあ、こちらの丸1の筋でね、丸1と丸2両方書こうとしたらね、まとまな答案書けないはずなんですよ。時間が足んなくなっちゃって、なので事案をちゃんと結構そこそこ長い事実関係が書いてあるんで、まあ、しっかりとした論述しようとするときにね、これどっちかに絞った方がいいと思います。でそういうときにおそらく事前にね、最高裁の方のブルドックソース事件の方をしっかり勉強している人が多いと思うので、まあ、丸1の方ね、法令違反の方ですね、新株予約権の発行が法令に違反するんだっていうところで1号差し止め自由の方で検討するといいかと思います。でちょっと気をつけなきゃいけないのが38ページの、最後のちょっと長めのブロックなんですけどね、4つ目のブロックで最後のブロック、長めのブロックなんですけど、この今のね最高裁、平成19年の最高裁、こんなこと言っております。でちょっとここで要件を抽出しておいて、で当てはめの時のちょっと注意点をねちょっと、お話ししようと思いますね。
この最後のね、括弧1って書いてある最後のブロックのところです。38ページの2段落目、前経営採決平成19年8月7日は概要として以下の通り判事してるんだと。でここで2つの要件出てきますから、ちょっと見ていってください。会社法109条1項に定める株主平等原則の趣旨は、新株予約権無償割当の場合についても及ぶんだと。特定の株主による経営支配権の取得に伴い、株式会社の企業価値が毀損され、株主の共同の利益が害されることとなるような場合にはね、敵対的買収で、まあ、この株主の共同の利益が害されることになるような場合には、でここですね、防止のため、その防止のため、これはね、ある意味そういう、ね、不平等な内容の新株予約権の無償割当をする必要性ってことで、これ必要性の要件なんですよ。だけど、ね、その防止のためにっていうのは、これいわゆる、ね、必要性の要件になります。でその後、その、ね、必要のために当該株主が差別的に取り扱うことは公平の理念に違反し、相当性で、これ相当性の要件だから、必要性と相当性から109条違反があるかどうかを見る、そういう規範を立ててるっていうふうに分析されてますね。必要性、こういう不平等な内容の、ね、新株予約権を発行するその必要性と同時に相当性ですね、まあ、不平等な内容の、ね、新株予約権を発行すると不利益を受ける人が、まあ、いますから、そういった、ね、ちゃんと不利益をきちんと、ね、フォローしてるのかどうかっていうのは相当性のところで見るんですけど、まあ、その相当性を欠くものでない限り株主平等原則の趣旨に反しないと。でブルドック訴訟事件の方は、ね、結局法令違反認められなかったんですよ。で2号自由の方もまあ争われたんですけどね、著しく不公正の方も争われたんだけど、結局どっちも認められずにですね、新株予見の差し止めですね、そこのところが結局、ね、結論が変わりました。ところで、ね、本件の方がどうなるかというとね、ブルドック訴訟事件の方と随分違うところがあります。特に大きく違うのが、その不利益を受ける人に対するフォローですね。ブルドック訴訟事件の方はですね、まあ、基本知識のインプットでやっとかなければいけないことで、まあ、ここに書いてませんけどね、この採点実家にはわざわざ書いてないですけど、経済的なフォローをちゃんとやってたんですよ。その、ね、私的各社、その新株予見行使できない人がちゃんとお金の面で不利益にならないようなね、そういうようなきちんと相当な対価を払うような事実関係になってました。に対して本件ね、そこのところが怪しいんですよ。結論としては、まあ、どっちに転ぶかは皆さん次第だと思うんですけど、でもね、そこ結構慎重に見ていかなければいけないんじゃないかと思います。でこの点がですね、39ページのところの、まあ、2つブロックありますけどね、この1個目の長めのブロックの最後の段落、またっていうところですね、39ページのね、まあ、2つブロックある長めのブロックの方の1個目のブロックの最後の段落、またっていうところですが、お茶を差別的に取り扱うことが公平の理念に反し、でこれほら相当性ね、ここが本件すごく特殊事情でここ大事だと思うんですけど、相当性を欠くものでないかどうかについて、お茶に撤退可能性が保証されていることなどの問題文中の、要はかなりね、ブルドック訴訟事件の事案と違う事実関係がだいぶ入ってるんですよ。なのでここをどんだけ着目するなんですよね。お茶に撤退可能性が保障されていることなどの問題文書の事実関係に即して具体的に検討していない答案、これが悪い例です。これ悪い答案になっちゃいます。でここがね、ポイントになるかどうかって分かるには、やっぱ事前のインプットが大事なんですよね。やっぱブルドック訴訟事件の事案をちゃんと理解をしてるってことがすごく大事で、で事案はやっぱその不利益を受ける人に経済面でね、きちんとフォローしてた、まあ、事案だけど、本件の事実関係よく見ていくとね、なんか十分なフォローがされてないんじゃないかってところ気づくんですよね。だからここはこの問題のポイントなんだなってことでね、気づくと思うんですけど、これはもうインプットをね、どれだけちゃんとしっかりやってるかどうかによって決まってしまいますね。でちょっとそこのところ見ていきましょうか。問題文のところですけどね、そのフォローっていう点でね、まあ、問題文見てこれかなりね、これ知的各社の方をかなり大きい不利益を受けるなというところが、ちょっとこう問題読み取れればいいんじゃないかと思うんですけど、会社法の問題文はね、ちょうどこの冊子のど真ん中のところの、4ページぐらいのところですかね、ど真ん中の大体あたりにね、会社法の商法の民事系の第2問がありますのでね、商法の、ね、科目ので、それの、第2問の4ページのところになります。で今回の、ね、新株予約権の無償割当の内容を見ていきましょう。でここ見て、この非適格者ね、これ大きな不利益受けてるな、しかもフォローされてないのと、経済面でのフォロー十分にされてないので、ここ読み取らないといけないんですよ。だからまあ必要性相当性の規範でね、109条違反の法令違反があったかどうか、一号差し止め事由の前提としてね、109条違反の、この違法な違法性が認められるかというところで、ここで相当性見ていくといいと思います。でそこで見ていくと、まず括弧1、本件新株予約権の無償割当の概要って書いてあるところね、4ページの一番上のところですが、括弧1、割当の方法、割当先で、はい、まず1行目、新株予約権のまず無償割当の方法によるんだということになってますよね。で括弧1の2行目の終わりの方から3行目にかけてですけど、その有する公社の株式1株につき2個の割合で新株予約権を割り当てるということでね、まあ、既存の株主について1株について、ね、2個の割合で新株予約権無償で割り当てるということを決めてるわけですね。
でその後括弧5のところを見てください、新株薬券の目的である株式の数っていう項目ですけど、新株薬券1個の行使により公社が普通株式を新たに発行またはねこれ自己株式の処分でも新株の発行ってあの本当に新株を新しく発行するときともともと会社の方で抱えてた自己株式処分するときもあるんですけどこれ同じ規制を受けるんですよね、新株を本当に純粋に発行するときとね自己株式のまあ処分する場合ねなんである意味当たり前のこと書いてありますんでこのところねここで引っかかんないようにしててくださいねというわけでもう一回ね括弧5のところですが新株薬券の目的である株式の数ですが新株薬券1個の行使により公社が普通株式を新たに発行あるいはこれに変えてね公社の有する公社の普通株式を処分、で括弧書きをちょっと飛ばしてね、まあ、処分する数はまあ1株なんだってことになってますねというわけでもともと既存の株主1株について2個の予約権を与えでその予約権1個につき、まあ、その会社の株式1株も上げるってことですね、このところね、まあ、行使をすると1株に変えることができるんだということになってきますでその後カッコ6のところですがここまでは別にあの何の異常もありませんねでカッコ6新株薬券の行使により公社がその普通株式を交付する場合における株式1株当たりの払い込み金額は、まあ、1円とすると新株予約権自体はね条文上無償で出せるんですけどそれを行使して株式に変えるときにそれをね無償で株式に変えられるという条文がないんですよだから一応名目上でもね有償にしないといけないんで、これ0円にしちゃうとあのそれ自体がもう会社法にない制度になっちゃうからそれ自体が違法にされちゃうから、まあ、一応こう便宜上1円ってことでね、新株予約権自体は無償で出せるんですけどそれ行使して株式に変えるときねそこをタダでやっていいよって条文がないんで、まあ有償でやることがまあ前提になってるんでね条文がなんで一応1円って形でね、まあ、やってますで、ね、一応ここまでもあの問題ありません、まあ、よくあるパターンですここまでのところもねさてじゃあどの辺で問題が出てくるかっていうと今度カッコ8に飛んでってくださいこのオツ社ね今こう敵対的買収じゃないかってまあ言われてる人ですけどオツ社を非適格者とするとで非適格者は新株薬券を行使することができないものとするとこのあたりからちょっとねあの株主平等原則の観点でちょっと怪しくまなってくるんですけどブルドック総司事件もまあこんな感じなんですよねでこのあと括弧10、公社のまあ取締役会はですね、行使期間開始日までの日であって、取締役会が別に定める日にその決議により、新株薬券をまあ取得することがまあできるんだということ で取得の対価は非適格者以外の株主については新株薬券1個につきね、公社の普通株式1株としだからこれ面白いんですよね、これ新株薬券をさ予約権者が自ら行使して株式に変えることもできるし行使しない場合もその会社の取締役会決議によってまあ強制的に株式一株に変えられちゃうから、まあ、結論変わらないんですけどね予約権者が自ら行使しても行使しなくても結局あの一株にですね予約権1個が、その新しくねその株式一株にまあ変えられちゃうとただね非適格者に関してはこの株式上げる代わりに1円上げるんだとでこれなんで1円にしてると思いますっていうとさっきのあの括弧6のところを多分意識してるんだと思うんですよ新株薬券行使するのに、まあ、1円ってことになってるじゃないですかだからある意味この新株薬券の価値は1円なんだってことを前提にしてると思うんですよねこの会社でそれで括弧10のところでねまあこの指摘各社に関してはねこの1円上げるよとそれで、まあ、強制的に予約権取り上げちゃうってことなんだけどこの時点でもうおかしいですよね非適格者以外はさ、まあ、普通株式1株もらえるわけじゃないですかでその株式って普通1円ってことないですよ ねでも指摘各社1円ってことで行使価格1円にされちゃってるからこれこのまま適用されたら相当損することになりますよ株式がまあ1円だったらそれはまあ損しないけど普通そういうことってないじゃないですか株式が1円ってね、まあ、そんな感じでこの段階からかなり雲行きが怪しくなってきます経済的なフォローねでは109条違反を必要性相当性でね、まあ、判断するという見解を取った場合ねこの辺あたりから相当性がかなり怪しくなってきますでこの後ただし、っていうところですけど括弧10のただしっていうところですけど公社はオツ社に対しこれ以上の公社の株式の買い増しを行わないようにまあ要請するとでその結果、公式期間開始日までの日であってね、公社の取締役会が別に定める日までに、オツ社がこれ以上の公社の株式の買い増しを行わない旨確約した場合は多分ね今敵対的買収一生懸命やろうと思って頑張ってるからね絶対こんな確約 しないと思うんですけどね本件の事実関係からするとねでも仮にもうこれ以上株式をもう買い増しないということね確約した場合はそのしたらねこんな感じなんですよ公社の取締役会は取締役会が別に定める日にその決議により本件新株予約権無償割当てによりね株主に割り当てた新株予約権の全部を無償で取得することができる仮にこの全部で無償取得することになるとさこれは非適格者とそれ以外の株主で別に何の不平等も起きないんですけどただ
果たしてこんな確約するかというとね、おそらく確約しない可能性高い事案なんですよね。なので結局最終的なこのね括弧10の本当の最後のところで処理されれば、まあ、平等なんですよ、非適格者とね、非適格者以外の人が。だけどこんな確約するわけないし、確約しないことも想定して、きちんとねその予約権の内容を平等原則に違反しないように、まあ、定めとかないといけないはずなんですよね、なので、まあ、この辺のところね結構問題があると思います。で以上を踏まえて、まあ、ブルドックソース事件の方はね、まあ、本当にその非適格者の方が経済的に損しないような形で、まあ、本当に株式の市場価格相当額を交付するような形で、まあ、やっていたんで、あっちはまあセーフでしたけど、この事案かなりその、ね、今ご説明した通り経済的なフォローっていう点ではね、かなり疑問感じるような事実関係ありますので、まあ、こういうのを踏まえてね、この法令違反、株主平等原則の109条に違反する法令違反があったかどうか、まあ、必要性、相当性、まあ、必要性はあると思うんですけどね、この新株やって無償割合って敵対的な買収されている状況の中でね、それを防止するためにまあ発行する必要性あると思うんですけど、まあ、特にこの相当性のところですね。で仮に相当性がないんだとしたら、結局本件新株予約権の無償割当は109条という、ね、株主平等原則の条文に違反する法令違反がありますから、その結果新株予約権 その差し止め請求である247条の1号差し止め事由ですね、その法令違反というのがありますけど、まあ、そこに当たるんだということになります。あともちろんあの247条走り書きの方でね、その法令違反によってその法令違反になる新株予約権発行することによってその株主が不利益を受ける恐れというまあ要件がありますからまあそこのところをまあ検討することになりますけど、まあ、とりあえずねこの法令違反があったかどうかというところ、必要性相当性って観点から考えるときに、まあ、この相当性のところはかなり怪しいということですね。まあ、私はちょっとこの事案相当性ないんじゃないかって個人的には思ってますけど、まあ、別に結論決めつけるわけじゃありませんけど、まあ、皆さんねあの各自考えてもらえればと思います。というわけで、まあ、ブルドックソース事件をちゃんとまずこのこういう問題に対応するためには、じゃあ今後どういう対策が必要かというと、まず元にネタになったブルドックソース事件、これは会社法の中でも最重要基本判例の中に分類されるね一つになると思うので、そういう大事な判例は結論だけじゃなくてちゃんと事案をしっかりとね、事案をしっかりとまあ勉強をしておくということですね。で当然論文試験ってね、判例の事案そのまま出すことってめったにないんですよ。たまにごくたまにね、そういう時ありますけど、でも基本的には何か事案変えてきますから、まあ、そこをちゃんとこう気づいてね、でそこをうまく解決するようなことを考えて書いてもらえるような形でやってくれればね、十分合格答案になるのかなというふうに思いますね。というわけで、まあ、基本のインプットが大事なんだってことを改めてね、ちょっとこう意識をしてもらいたいかなというふうに思いますね。さて、じゃあまたちょっとね、こちら講師レジュメの方に戻っていきます。今ね、先ほどの39ページのところのね、1個目のブロックちょっと長いですけど、それの最後のまたっていう段落の今相当性のお話したんですね。今ねここのね相当性のお話をいたしました。さてで今度ちょっとまたページを開けていただきまして、40今度2ページですね、講師レジュメの40、2ページの方になります。で、こちらですが、括弧3設問3についてっていうところのあのね、全体的な採点実感というところですが、1個目のブロックのところをまあ見てください。1個目のブロックのところですね。でこちらですけども、設問3はね、後者の取締役会が遅くとも、まあ、平成30年度中に P 倉庫を適正な価格でね、売却することに関する議案を可決した本件株主総会の決議、要はこの会社ね使ってない倉庫があるから、でしかも結構値段が上がって高いからね、それを売っ払った方がいいんじゃないかってことで株主の方がまあ提案してくるんですよね。でそれをね株主総会決議にかけたら、まあ、やっぱり売っ払った方がいいんだっていうね、ことでこう決議が成立するわけなんですよ。でそんな中でね、後で事情の変更が生じて、なんか大きな地震があって、その会社のもう一つの、ね、倉庫が潰れてしまったんですよね。でそんな中で、まあ、倉庫の需要が増えるっていうような中で、その株主総会の決議の通りに本当にその最後に残った倉庫を処分しちゃうと、その会社がね非常に大きな損害がなるんだってことが分かってるんですよ。でそれにもかかわらず、まあ、取締役の方がね、まあ、株主総会で決めたことだからってことで、そのまま倉庫をまあ処分してしまって、で結果ね案の定会社に損害が出てしまったんですよ。でそういうような中で、まあ、いわゆる423条責任ね、取締役のまあ任務形態責任ですけど、会社に対するね、その役員のまあその損害賠償責任の、まあ、ところが問題となったと、まあ、そんな感じの事案です。でこの問題に関して何が言いたいかというとね、経営判断原則を使うかどうかって話なんですよね。この任務形態の中身として、じゃあこれが全館注意義務違反なんじゃないかってことを考えたときに、じゃあそれがね、経営判断原則でやるかって話なんですが、44ページのところを見てください。で44ページの4つ目のブロックのところですね。これね、設問3は株主総会の決議の遵守事項が問題となっている場面であり、いわゆる経営判断原則の適用が問題となる典型的な、まあ、場面ではないと。典型的な場面って皆さんはちゃんとインプットしてないといけないんですけど大丈夫ですかね。まあ、要は冒険的な、ね、この経営することによっては利潤を、ね、こう一気にこう大きな利益を上げようとか、まあ、そういう時に、ね、その経営判断原則、要はその
経営判断に失敗して、でその結果のみからさ役員の損害賠償責任認めちゃうと、もうその経営冒険的な利潤追求しなくなっちゃうじゃないですか。だから、まあ、そういう点で取締役を萎縮、まあ、させてしまうとね、かえって会社の所有者である株主のためにもなりませんから、その萎縮をまあ防止してね、まあ、利益上げさせるようにするために、そこで結果的に損害が出たってことから直ちに全館注意違反で任務形態責任あるんだって形でやんないでね、そこで経営のね、その経営判断した過程とかそのね経営判断の内容のまあ合理性、そこのところをしっかりとまあ審査するという規範をまあ取ってます。でそれがですね今回まあ使えるかどうかって話なんですけど、一応株主総会の決議を遵守しなかった、要は冒険的な利潤追求っていうよりはね、株主総会の決議を遵守しなかったってことがその全館注意違反になるときって、確かにあの経営判断原則ちょっと趣旨が違いますよね。なんで、まあ、典型的ではないんだってことになってきます。ただね、それを使ってもいいようなことはここで匂わせてますね。2行目の終わりから3行目にかけてですが、経営判断原則に言及する場合にはその趣旨や適用範囲について検討した上で言及することが望まれるんだと。なのでもし事案の方を皆さんの方で後でね分析してもらって、まあ一応その会社の将来のことを考えて、今回ねその株主総会で決めた倉庫の売却をその後実施したかどうかですね、まあ、将来の会社のためになると思ってやったんだってことになった場合は、まあ、一応経営直ちに、ね、結果のみからその全館注意義務違反があって任務形態責任だってことになってしまうと、まあ、良くないってことにもし考えるんであれば、その理由がそういう形で説明されれば経営判断原則でも可能なんだって感じなんだと思います。というわけでね、まあ、経営判断原則を使うときはいずれにしろ本件に限らず、まあ、ちゃんと理由書かないとまあいけないんで、少なくてもまあそこだけは抑えておいてもらえればと思いますね。単に結果のみからね、その会社に損害が発生したっていう結果のみからね、全館注意義務違反があって、でそれで、任務形態責任が発生するってなっちゃうとね、取締役の経営が萎縮してしまって、それはかえってね、株主のためにならないんだ、まあ、そこがまあ発想ですよね、まあ、そういうような事案の時に経営判断原則をまあ使うことになります。で逆に言うとまあ簡単な例ですけど、よくインプットのテキストにこういう時に経営判断原則を使っちゃいけないよって典型例よくあるじゃないですか。それ何ですか皆さん、まあ、典型例ね、まあ、一例ですけどね、例えば利益相反取引とか協業取引みたいな感じで会社の利益と取締役の利益が相反する場面、そこでは絶対やっちゃいけないんですよ経営判断原則。なんでかというと利潤追求のために取締役が頑張ってる場面じゃないからねまあそういう時に経営判断原則を使っちゃいけない、まあ、一例ですけどね、いずれにしろまあそんな感じで経営判断原則の適用場面というのはしっかりとインプットの、ね、ところで理解をね、しておいてもらえればというふうに思います。さて、まあ、大体会社法はこんな感じのところでいきましょう。で今度民事訴訟法の方いきます。 あとねすみません、会社法ね47ページここだけちょっと気をつけてほしいなと思うんですよね。条文解釈を6法で、論文試験の時は6法が対応されるわけですから、その条文解釈をしないといけないんだって話なんですよ。47ページの、下から2つ目のブロックの、下から2行目ちょっと太字にしてあります。解釈上問題となる条文およびその文言に言及しないで論述する例が見られ、これは多分ね事前になんか論証パターン集とかを覚えてね、論点レベルでしか頭の中に入ってないような人これやりがちなんだけどね、それすごく印象が悪いっていうか法的な文章じゃなくなっちゃうんですよね。やっぱ条文から、条文があるところ条文からスタート しないといけないっていう発想ね、これを忘れないでください。でもう一回ね、解釈上問題となる条文およびその文言に言及しないでね論述をする例が見られ、条文の適用または条文の文言の解釈を行っているという意識が低い。これ逆の見方したらさ、条文の解釈して論じなきゃいけないってことですよ。論文試験っていうのはね、条文があるところはね、なんでこういう形で書いていかないと非常にこうね点数上がりにくいので、十分気をつけてもらえればと思います。じゃあ今度民事訴訟法いきましょう。49ページになります。で49ページのまあ一番上のところですけどね、民事訴訟法ってまあちっちゃく書いてありますからね、 R1 司法論文民事訴訟法過去採点実感で、まず、49ページの縦に採点方針、民事訴訟法の、ね試験考査員の先生方はどういう方針で皆さんの答案を採点するかって話です。で縦にの、2段落目のところですね、特にまあ2行目、答案の作成にあたっては問題文において示されている検討すべき事項を適切に吟味し、会話文がついてる科目は本当にここが大事なんですよ。適当に知識書いてもダメでね、民事訴訟法も会話文が、まあ、ついてましてね、受験生に求める事項が誘導されてますから、指示誘導されてますから、まあ、きちんとね、この問題文において示されてる検討すべき事項を適切に吟味、これができないとどんなに知識があっても合格できないんですよここのところね、というわけで適切に吟味し、そこに含まれている論点を論理的に整理した上で、論述すべき順序相互の関係も考慮することが必要なんですよね。で、これ悪い例、点線のところ、事前に準備していた論証パターンをそのまま答案用紙に書き出したりね、理由を述べることなく結論のみを記載したりするのではなくね、提示された問題意識や会話の誘導文でもいろいろ問題意識が、ね、提示されてますからね、提示された問題意識や事案の具体的な内容を踏まえつつ
論理的で一貫した思考のもとでね、端的に検討結果を表現しないといけないということで、次の段落、採点にあたっては受験者がこういった意識を持っているかという点ね、これに留意してますんで、こういうの忘れないようにしておいてくださいね。ちゃんと出題者のだから意図を読み取らないといけないんですよね。受験生はだからそれ一番大変だと思いますけどね、どんなにこう知識があってもダメでね、問題もよくね、分析してある程度過去問に慣れていくっていうのは大事だと思いますけどね。過去問に慣れてる人はね、やっぱ初めて見る問題でもね、意図を読み取りやすいと思うんですけど、まあちゃんと意図を読み取って、その的確にね、その求められてることを答えていくといいと思います。でそういった観点から同じところですけど、縦3、採点実感等の括弧1全体を通じての1個目のブロックのところですね、本年の問題では、例年同様ね、具体的な、事案を提示で、登場人物の発言等においてね、行政法と一緒なんですよね、会話文出してね、登場人物の発言等において、ほら受験者が検討すべき事項を明らかにした上なんでね、ここ乗っていかないともう合格点になりませんからね、必ずこのね、会話文で求められている事項をね、そこのところを乗って書いてください。で、管轄の合意とかね、移送とか、ちょっと初めてね、この分野から出ましたね、管轄合意、移送ってことでね、論文試験では初めての出題になりますね。昔司法試験が担当試験あった時は、普通にこんなところをね、皆さん勉強してましたけど、今ね、最近こう担当試験民事訴訟法のでなくなってしまったんでね、勉強あまりされてない人も多かったと思うんですけど、そういうところから出てきました。管轄の合意、移送ね、これ設問1なんですよね。で裁判上の自白はこれは設問2でして、でこのね、自己利用文書とというか、これ文書提出命令の話なんですけど、これが設問3で、で文書提出命令はね、実は司法試験昨年も出てるんですよ。なんで2年連続文書提出命令ね、平成30年度もね、出てました。でまた再びこの令和元年度ですね、こちらの方でもまた文書提出命令が連続して出てるということになりますね。だから前の年に出たからって言ってね、油断してると危ないんですよ。だいたい前の年にね、出した問題が受験生がうまく答えられてないとね、また出してくる可能性がありますけどね、そんな感じで前の年に出たから勉強しないっていうのはちょっと危ないということになりますね。今までは他の科目でもこういうことありましたんでね、あれこれ前の年に出た論点だなと。ただ聞き方が全然違うんで、やっぱそれはそれで大変なんですよ。同じ論点が出たって言ってもね、問題文でいろいろ誘導してくるからね、単に知識を聞く試験じゃないから、論文試験ってのはね。なんで問題文の指示誘導に従って書こうとするとね、結構深い理解、してないといけないんで、なんで過去問で言うとやっぱりこう論点に関してはね、しっかりと勉強インプット面含めてね、勉強しておかないといけないのかなっていう感じはしますね。さてでそんな感じの状況ですね、それから、50ページのところの1個目のブロックを見てください。他の科目でも言われていることですけど、条文を引用することが当然であるにもかかわらずね、条文の引用しない答案、これ悪い答案の例ですからね、条文引用することが当然であるにもかかわらず、条文引用しない答案、それから、この2行目の途中のところですが、法律解釈における実定法の条文の重要性、これ改めて指摘するまでもないってことになりますね。さっき解釈法の方でも同じようなこと書いてあったと思うんですけど、やっぱ条文があるところはきちんとね、条文の解釈論をするっていう意識を答案に示せないといけないんだということになります。でこれが意外とよくね、論証パターン集みたいのを丸暗記してね、る人はなかなかそういうの、ね、発想がないんで、気をつけてほしいなというふうに思いますね。散々他の科目でもなんかね、論証パターンのとにかくそのまま答案に書くってのは良くないってのは散々書いてあるんでね、十分気をつけてください。別に論証パターンが悪いわけじゃないんですけどね、でもちゃんと法的な思考力ですよね、条文の解釈としてその論点を論じてるんだという意識ね、そこのところは持つのが、そういう意識を持つっていうのがすごく大事なんだと思います。でこの管轄絡みのところはちょっとこの採点時間の分析会では割愛したいと思います。今後のちょっと皆さんの試験に特に役に立ちそうなところをちょっと絞って今ご説明してますんでね、そこで53ページを見てください。これ設問2でね、裁判上の自白に関することなんですけど、これは今後も品質する可能性あるんでね、出題品質する可能性があるんでちょっと見ておきましょう。53ページのところです。裁判上の自白ね、弁論主義の第二原則に関係するところでありますよね。で53ページの下の方ですね、括弧3設問2についての、最後のブロックのところになります。裁判上の自白の成立要件が結構丁寧に挙げられてるんですよ。なんでちょっと確認しておきましょう。問題文中の9の発言で示されているように、裁判上の自白の成立要件について検討することが必要だと。でその成立要件が一般にってことでね、括弧1口頭弁論または弁論準備手続きにおける弁論としての陳述であること。別に準備的口頭弁論でもいいんですけどね、ちょっと若干雑ですけど、口頭弁論または弁論準備手続きにおける弁論としての陳述であること、要は期日における陳述というのが大事ですよね。そこら辺のね、この裁判所外で
何か自白みたいなことしてもね、それは裁判上の自白とは言えないんでね、やっぱその期日においてね、弁論準備の手続き等でね、しないといけないということになってきます。それから括弧に、相手方の主張と一致する陳述、そして括弧3、事実についての陳述、そしてこの事実の陳述というのは次のページに書いてあるけど、主要事実ってね、一般的には言われてますけどね、事実についての陳述で、括弧4、事故に不利益な陳述だということになってます。で、今後の試験に役に立ちそうなところとしては54ページのところですね、2つ目のブロック見てください。まず括弧3の要件についてはここでいう事実の意義について検討する必要があると。で、この点について、主要事実がこれに当たるとする答案が大半ですね、一般的な見解に載ったんだと思うんですけど、主要事実がこれに当たるとする答案が大半で、その根拠、これ他の年度の司法試験の採点実感でもね、指摘されてましたけど、自由心象主義との関係ね、これだけ書いてもうダメなんですよ。これは別の年度の採点実感にちゃんと書いてありましたけど、自由心象主義との関係っていうのは、要はその間接事実、主要事実じゃないですよ、間接事実とか補助事実、それに弁論主義の適用を認めてしまうとね、ある意味そのって証拠と同様の機能が、あるわけですから、間接事実からほら主要事実を推認するじゃないですか。だから証拠から主要事実を証明するかのように、ある意味その証拠と同様の機能があるわけですよね。で、その証拠をどういうふうに評価するかっていうのは、まさに裁判官が自由な心証でね、自由心証主義で、自由な心証で判断するからこそ、だからこそ真実が発見できるだっていう発想なんですよ。なので自由心証主義というのはそれはそれですごく重視されてるんですけど、そのね、証拠と同じような機能があるその間接事実とか補助事実、それに関してね、弁論主義を認めてしまうと、良くない、それはね、自由心証主義に反するから良くない、そういう説明のされ方がします。でも今喋った今の話聞いて分かる通り、主要事実という言葉一言も出てませんからね、単に間接事実や補助事実が弁論主義の対象にならないっていうことを言ってるに過ぎないんですよ、今の自由心証主義の話っていうのはね。で、さらにじゃあ主要事実だってもしかしたらそう、ありえないけど、でも理論的にはほら、主要事実も弁論主義の対象にならないっていう可能性もあるでしょ。だからちゃんと主要事実が弁論主義の対象になるんだっていう積極的な説明をしておかなければいけないのね。というわけで、これ別の年度にちゃんと書いてありますからね、採点時間でね、私の矢島の論文完成講座の方ではね、ちょっとそこをご紹介してますけど、しっかりとね、基本を学んでいてほしいと。で、この点に関してはよく言われているのは、要は当事者っていうのは、そのね、法律効果の直接発生に必要なその主要事実に攻撃防御が集中するはずなんだってことで、で、弁論主義って不一致防止がね、趣旨じゃないですか。なので、その弁論主義の不一致防止機能を果たすためにはね、その当事者が攻撃防御を集中するその主要事実、そこに弁論主義の適用を認めればいいんだみたいな感じでね、そんな感じで説明をしていくのが一般的ですよね。というわけで、この自由心象主義のところから直ちにね、その弁論主義の適用範囲が主要事実に限られるっていうふうになるわけじゃないんで、十分気をつけてもらえればというふうに思います。これは本当に基本知識のレベルだけどね、これ間違えちゃうと印象悪いですね。あとはですね、今度55ページの方を見てください。55ページの1個目のブロックのところですね。で、こちら、以上のように、そしてという、ね、段落のところですね、55ページ、そして、以上のように多数の答案が採用した見解による ④ の、事実、括弧ね、本件事故が起きた事実を認める旨の、Y の陳述は、これ面白いんですけどね、当初は間接事実の自白だったんですよ。で、そうすると弁論主義のほら、さっきさ、適用範囲、主要事実に限定する、つまり裁判上の自白の、適用範囲を主要事実に限定するという見解に立つと、間接事実を自白しても、別にそれって、裁判上の自白のような拘束力生じませんからね、別に撤回できるはずなんですよね。で、一回ある請求に関して間接事実の自白をしてしまったんですよ。そこはちゃんと事実を分析してね、そういう結果が、結論が導かれるわけなんですけど、あるね、その請求に関して間接事実の自白をしました。で、その後ね、訴訟物を追加したんです。訴えの変更という形で、訴えの変更って訴因変更と同じでね、訴因をこう交換的に変更する場合と、訴因をプラスして追加的に変更する場合がありますけど、本件は訴因、刑事訴訟法の世界でいうと、訴因の追加的変更をした場面で、訴訟物は後から追加したんですよ。で、そうすると、最初の請求のところでやった自白、それは間接事実の自白に過ぎなかったんですけど、後から追加した請求との関係では、これが主要事実の自白に当たっちゃうんですね。で、前提としては弁論が併合されたときは、併合前の訴訟資料がそのまま全部引き継がれるということが前提になってます。問題文の方でね、誘導されてるんですけどね。で、そうすると、最初もともと継続していたその請求に関して、間接事実自白してますけど、それが併合された、追加された請求との関係で、主要事実の自白になってしまうんで、基本そのまま引き継がれてしまうと、その主要事実の、その追加された請求のところに関しては裁判上の自白成立することになっちゃうから、自白の撤回できないことになっちゃうんですよね。だけど本当にそれでいいのかってことを検討させるのが今回の問題でした。で、ここもやっぱり利益考慮の観点からね、こう書かれてます。この1個目のブロックの2段落目のところですね。
ここでは例えばでこれ要はね字あんまり把握してない人読んでも分かりづらいと思うんですけど、ただねちょっとこうイメージ持ってもらいたいのは当事者の利益考慮をうまくやってるなって感じなんですよ。そういう発想で、ね、やっていくんですよね。というわけでここでは、まあ、もう名分がないところだからねもう当事者の利益考慮をしていくしかないんですけど、例えば、Y が自白を撤回することができるとする場合には、まあ、訴えの変更が原告のみの意思によってされ、その要件が満たされる限り被告がこれを拒み得ないことからね、Y が自白を撤回することができないとすると X が一方的に事故に有利な状況を作出することを許容することを意味し不当だとかね、一応これだから当事者の利益考慮してるんですよ。それから訴えの変更自体は、まあ、正当な訴訟行為であるとしても X がね、 X は原告なんですけど本来有していた信頼の範囲を超え Y に不足の損害を与えることなんだね、こういうのを指摘して論ずるんだってことになってますね、まあ、これだから読んでると分かるけど、まあ、自白が撤回できる方向でなんか、ね、書いてほしいんだとは思うんですけど、まあ、結論決めつけなくてもまあいいですけど、まあ、この、ね、最後もう明文がないところで当事者の利益考慮を適切にこう、ね、調整するという観点から、ね、利益考慮して、まあ、考えるんだってことになってきますね、まあ、論文試験らしい発想だと思いますね。他の科目でも、ね、やっぱりこう明文がないところ最後どうするかというと、ね、まあ、法規範としては審議則とか権利乱用とか、まあ、一般条項を持ってくるときもありますけど、でもそういうのを持ってきてもやっぱ最終的には利益考慮してるんですよ。その審議則という枠の中でね、で適切にその各当事者の利益考慮をしてね、そのどうするかっていうのを決めてますんで、まあ、本当に論文試験らしい発想なのかなというふうに思いますね、まあ、他の科目でもこう妥当する考え方ですのでね、最後明文がないところはね、こう利益考慮していくと、まあ、できれば何かね審議則とか一般状況を結びつけられるんだからまあいいですけどね、まあ、そこその結びつけた上で利益考慮すると、まあ、いいのかというふうに思います。さてじゃあ民訴法は大体こんな感じにしまして今度刑法の方いきます。61ページを開けてください。61ページのところですね。あでねこれ61ページ開けといてもらってですね、問題文の冊子の方を見てください。これも最近の司法試験の、ね、刑法の傾向がちょっと変わりましたので平成30年からのちょっとこう変わりましてね、でこの令和元年度、まあ、法務省のホームページは平成31年度って表記されてますけど、これが同じ傾向を前年度の、ね、傾向を引きそのまま引き継いでます。でそうするとね刑事系は後ろの方になりますね。刑事系科目第1問っていうふうに書いてあるところなんですけれども、その1ページ目を開けてください。まあ、下には2ページって振ってありますけどね刑事系ね、表紙もなんか1ページって番号振られてますから法務省のホームページやつはね。で最近の刑法が司法試験どういう問題が出るかっていうと、まずね、設問3つに分かれたんですよ。29年以前は設問って形で分けてなかったんですけど、平成30年あと令和元年これ設問3つに分けました。で設問1でね刑法各論の結構深い話を構成要件の解釈論ねきっちりちゃんとそこのところが分かってるかどうかっていうのを聞く点で、ここは昨年度と同じ状況でしたね。で設問2と3は刑法の総論のね要は刑法の理論のところを深く追求するような問題になってまして、例えばこの3ページのところですね、設問にこの形式見てもらえれば分かるんですけど、まあ、事後強盗のね話、事後強盗と共犯の問題聞かれてるんですけど、事前に自分が用意した見解だけで答えが出せないようになってるんですよ。でこの点もやっぱりその前の年度のね平成30年の司法試験と全く同じような形式になってますね。で設問2のところ見ますと、これ事後強盗の共犯の事案なんですけど、事例1において甲が現金を引き出そうとした行為に窃盗未遂罪が成立することを前提にね、というわけで、まあ、甲が一応窃盗未遂ということで窃盗、の身分持ってます。で事例2における乙の在籍、乙はね後からそのね、暴行脅迫だけを事後強盗所定の目的を持って暴行脅迫だけに、まあ、関与した、まあ、人なんですけど、オツの在籍について論じなさいと。でなお論述に際しては以下の丸1および丸2に双方に言及し、 で最後自らの見解なんですよね。で自らの見解で括弧丸1および丸2に記載した立場に限らないということで、その根拠とともに示すことってことになってます。で丸1、オツに事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からどのような説明が考えられるか、暴行脅迫しかしてないねオツですね、窃盗未遂したのはこうで、後からねその医師を通じて医師を連絡して、でオツがね、事後強盗所定の目的を持って暴行脅迫、まあ、してるんですけど、そのオツにね事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか。で今度丸に、オツにね、まあ脅迫、暴行はしてないんです、すみません、脅迫やってるんですけどね、まあ、その脅迫の限度でね、脅迫罪の限度で、まあ、共同正犯が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるかということですね。でこれ担当試験でね、まあ、勉強してるはずなんですけどね、まあ、そこのところこう論文で出されてしまったんで、きちんと理由をしっかりね、論じられるようにしておかないと、まあ、いけないんだということになってますね。
あと丸一で事後強盗の罪って表現してますよね。事後強盗罪って書いてないのはこれ窃盗の未遂 でしかも特に致傷結果がね、致傷の結果が生じて、ないので、最終的にもしこれ共同正犯になるとしたら、事後強盗の未遂罪 の共同正犯になる、事案なんで、おそらくそういうのを意識してね、事後強盗の罪ってことでぼやかしてるんだと思いますね。窃盗未遂で別に物取ってないし、あと誰も怪我とか死んだりとかもしてないんでね、そういう点で最終的には事後強盗未遂罪 の共同正犯の成否って形で問題になると思うんですけどね、そこで事後強盗の罪の共同正犯って形で書いてあります。じゃあそこでちょっと採点実感の方を見てください。こちらですね、刑法のところになりますけれども、61ページのところですね。でこの問題に関しましてはですね、設問2のところちょっとね、今後の特に担当試験とかあと論文試験でね、ピンポイントでそこのところ普通に聞いてくる可能性がありますので、ちょっと見ていきましょう。例えば悪い例、64ページのところですね、64ページの意のところ、設問2についてっていうね、ちょっと見出しがついてあるところの最後ね、ちょっと長めのブロックのところになります。でここでまず1行目、前述の通り本設問で問題となる、事後強盗罪の構造については、身分判説と、結合判説の対立があるがね、そうした対立線を示せている答案が少数だったと、これちゃんと事前に準備して今後は示せる人が増えてくると思いますね。こんな問題出るというふうにはね、30年から形式変わったんでね、あまりこうまだ準備ができてない人が多かったと思うんですけど、今ねロースクールなんかでもちゃんと刑法こういう問題が出るってことになってるんで、ちゃんと教えてますんでね、刑法理論の方ね。なんで今後対応できる人がどん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 増えてくるんじゃないかっていうふうに思いますね。でちなみに、例えばね、これはもう担当知識で勉強しておいてもらわないと困るんですけど、例えば事後強盗の罪を、身分犯構成、窃盗の身分がある人がこう、ね、できる身分犯だっていうふうに考える見解と、身分犯ではなくて、その窃盗罪と、あとね、その後暴行脅迫っていうのがありますけど、暴行罪あるいは脅迫罪の、結合犯なんだっていうね、捉える見解、これ大きく2つ分かれますよね。でそういうのを考えたときに、例えば結合犯構成した場合、窃盗しかやってない人がいて、でその後医師連絡して、暴行あるいは脅迫だけをした人に、じゃあ事後強盗の罪の共同正犯になるかどうかって考えるときに、承継的共同正犯の議論を、していくんですよ。でそこで、承継的共同正犯を、肯定する場合は、後からその暴行役しかしていない人に対しても、その事後強盗の罪の、共同正犯が成立することになるんですけど、そこまではもう基本知識なんですね。でそれをね、今回の事案そのままちょっと使えるかっていうと、この窃盗等の未遂の事案なんで、そこをちょっと気をつけたいんですよね。仮に窃盗が既遂の事案だったらさ、事後強盗の既遂の結果、つまり強視の結果に因果性を及ぼしたんだってことで、そこで共同正犯 OK だってことになる、説明しやすいんですけど、今回事後強盗の未遂の、事案、いや窃盗が未遂の、事案なんで、強視の結果に因果性を及ぼした、強視ってのは強盗の既遂結果のことを意味するんで、強視の結果に因果性を及ぼしたってそのまま覚えてることをそのまま書いたらね、事案に即さない論述になっちゃうから、そこなんですよ。でそれがここですね、64ページの、最後のブロックの下から5行目ぐらいですね、ちょっと太字にしてあります、全般的にちょっとこう線を引いてあるんですけど、その特にこの太字のところですけど、公による窃盗かっこ万引きが未遂であったことに言及することなく安易にオスによる承継を認めた答案ね、これ多分だから普通に既遂の事案と未遂の事案区別しないでね、覚えてることもそのまま書いちゃったと、思うんですけど、ここは書き方をちゃんと気をつけないといけない。でこれほら、論証パターンをやっぱ無自覚に記述ね、論証パターンかどうかは別としても、いずれにしろなんかインプットでやったようなことをね、そのまま事案の特性踏まえずにもそのまま書いちゃったっていうパターンだと思うんだけど、確かにちゃんとね、理論的な根拠分かってたらさ、合祀の結果に因果性を及ぼしたって絶対書けない事案だからね、そこのところはどっちでもいいんですけどね、その後共同正犯肯定しても否定してもいいんですけど、書き方は気をつけなければいけないんじゃないかと思いますね。仮に肯定するんだったら、事後強盗の未遂の事案じゃないですか、だから事後強盗の未遂という結果に因果性を及ぼしたとかね、そんな感じでちょっと表現工夫しないといけないと思うのね、そこのところね、もし、共同正犯肯定するんであれば、事後強盗のその未遂の結果ね、未遂罪ということを現に加担しているわけですから、事後強盗の未遂というそういう結果に、因果性を及ぼしたんだということで、それで事後強盗の未遂罪のね、事後強盗罪の未遂犯の、その承継で共同正犯で認めていくっていう感じでやっていくといいと思います。というわけでこのね、でこの出題者がさ、こういうね、わざわざ未遂の事案にしたっていうのは、やっぱその
今まで丸暗記したことをそのまま書いてたら通用しないような問題ね、そういうのを意図的に出そうとしてるから、まあ、今後ちょっと気をつけてほしいんですよね。ひたすら他の科目でもね、論証パターンを丸暗記はダメだダメだってずっと書いてあるわけなので、そういうことができないようにね、出題者の方も工夫してるんですよ。あのこの設問の形式をね、そのまま覚えてることを丸暗記したのを書いても、まあ、答えになんないようにねやってますから、ちゃんとそのインプットの段階のところでよくね理屈をだから納得しておかないといけないんですよね。ある論点学ぶときにさ、ほんの5行10行ぐらいで書いてある論証を俺だけ覚えてもね、本質的な理解できないから、やっぱそのインプットのところでね、まあ、しっかりと意味を理解して、で、それがねそのままあのインプットしたものがそのまま使えるような形で結構出ることが多いと思いますから、今後ね、まあ、そういうところ対応するようにね、その事案に即したまあ論述をするってことね。というわけでここね、いつも通り合祀の結果に因果性を及ぼしたってやると、これはもう事案と違うあの論述になっちゃうから、まあ、そこはやんないようにしてほしいなという感じですね。さて、で今度次のところですけども、設問3のところね、あの問題文のところですけど、設問3のところをちょっと見てください。これまたね、設問さん今までにない聞き方してるんですよ。ちょっとご紹介しますと、問題文の方になりますね。で刑法の、ね、問題文、刑事系科目の第1問の3ページのところの一番下になります。設問さんって書いてあるところですね、一番下のところですが、通常今までの過去問からすると、まあ、項の在籍を論じなさいとか乙の在籍を論じなさいっていうね、そういうあの聞き方してたんですけど、これね設問さんそういう聞き方じゃないんですよ。設問さんで中身見ていきますと、事例3において兵が D の障害結果に関する刑事責任を負わないとするには、どのような理論上の説明が考えられるか、各々の説明の難点はどこかについてね、まあ、論じなさいってことで、単純にあの今までだったらさ、論証パターン集かなんか覚えてさ、この論点が出た時はもうこの論証だとかね、例えばじゃあ事実の錯誤が出たらもう法定的不合説でいこうとかさ、そんな感じでその法定的不合説の例えばその意味が分かってなくてもさ、その形だけ覚えてるから、まあ、この事案がもう事実の錯誤で法定的不合説使うところだなって分かっちゃったらさ、その規範の意味分かってなくてももうその覚えたこと丸暗記したことを貼り付けてさ、であたかもその数学の公式にね形式的に数字当てはめてあの結論出すかのような感じであの事例が処理できたんですけど、それがもうできないようになったという感じなんだと思いますね。まあ、頭使ってねこの誘導されてるんで、そこのところに答えていかないといけないんだということになってくると思います。でこれは、このままちょっと採点実感の方を見ていきたいんですけれども、設問さんに関しましてはですね、62ページのところの最後のブロックを見てもらえますかね。62ページの一番最後のブロックのところです。これ兵さんが今回ねその在籍をまあ追う可能性がある人、まあ、この人なんとか在籍を追わない方向で説明していかないといけないんですけど、この兵さんこれねD さんのことを助けるためにね、 D さんがちょっとこう、侵害巨悪性の侵害で襲われてるんだってことで、その D さんを助けるために、その侵害者の方にね瓶を投げつけたんですけど、その守ろうとして D さんに当たっちゃって D さん怪我させてしまったっていう事案なんですよ。要は正当防衛のつもりでやった行為がその守ろうとしてる人に対してその結果がね、生じてしまったっていう事案で、そんな中でなんとか兵さんがね、兵さんが責任を負わないようにするには、まあ、どんな理論構成が考えられるかって話なんですよね。でそういう点で考えたときにちょっと中身でいきますと、設問さんは兵が D の障害結果に関する刑事責任を負わないとするための理論上の説明とその難点を、ね検討させるものでありました。で、重要な理論上の説明がいくつもまあ存在することから、ね、まあ、1つだけじゃなくて、まあ、設問3つしかなくて結構時間余ると思うんでね、ここはいろんな理論構成書けると思います実際にね。というわけで説明、複数の説明とそれらの難点を検討する必要があったということですね。でね、ここの2段落目をね、ここだけ読んで意味が分かる人は、まあ、結構刑法の勉強が進んでる人なんですよ。だけどここの2段落目のこの3行の文章を読んで意味が分かんない人は、これ相当刑法の勉強が進んでない人になるからね。なのでインプット相当頑張らないとダメです。じゃあちょっと読んでいきましょう。でこれで皆さんが意味が理解できるかね。理論上の説明としてね、まあ、とにかく責任を負わないと、ねこの助けようと思ってビール瓶、瓶を投げたら守ろうと思っている人に当たって怪我させてしまったっていう事案でね、これで責任を負わないっていうふうにはしたいんですけど、理論上の説明として方法の錯誤や護送防衛の処理により故意が阻却されてる、されるとの説明が考えられるところ、ここさりげなく一行でね、方法の錯誤護送防衛って出てくると全然体系上違う話してますからね。ここのところね、刑法の体系、構成要件、違法性、責任ってね、大きく3つの体系レベルがありますけど、全然もう違う話してますからね。だから、ね、これ自分で気づかないといけないよね。でこれ気づけない人は刑法の勉強が結構危ない人なんですよ、理論面のところがね。なんで結構インプット頑張らないといけない人ですからね。というわけでもう一回ね、理論上の説明として方法の錯誤や護送防衛の処理による故意、これ故意も全然性質違うんですよね。方法の錯誤っていうレベルで見たらいわゆる構成要件的な故意を、まあ、意味するし、護送防衛のところで見るといわゆる責任故意ね、まあ、その故意を構成要件の故意と責任の故意で分ける見解に立った場合ですけど、
まあ、この2つの意味の故意がこう問題になっているということなんですよね。というわけで故意が阻却されるとの説明が考えられるが、その場合出題の趣旨で示したようにね、なお、まあ、過失犯の成立する余地が残ることを、ね、難点として指摘できているとは高い評価なんだということになってますね。で皆さんにちょっと問題ですけど、まあ、方法の錯誤って刑法の体系でいうとどこの話になります？公正要件レベルと、まあ、違法性レベルと責任レベルでっていうと、基本的には公正要件レベル、公正要件の故意ね、客観面に対するその認識に異様が、まあ、ないんだ、公正要件のね、客観的な公正要件は要素ありますけど、その公正要件の客観面に対する、まあ、認識に異様が、まあ、ないっていうことにね、ちょっとこう問題になるときにこの方法の錯誤っていうのが出てきますよね。で実際にまあこの侵害者に対して、まあ、ビール瓶、あの瓶をまあ投げてね、それでまあ意図せず、その守ろうとした人にまあ結果当たってしまって、で結果発生させてしまったんですけど、法定いわゆる法定的不法説に立っちゃうとさ、およそまあ人を怪我させるつもりでこう投げて、で現にまあ人がおよそね、人が現に結果生じている以上、故意阻却されないじゃないですか。だけど今回はこの責任を負わない方向で立論しないといけないから、まあ、法定的不法説を使えないんですよ。まあ、判例はその事実の錯誤の事案ではね、法定的不法説に整合する処理をしてますけど、それができなくなりますよね。でこの時にじゃあ方法の錯誤で、その故意阻却ってどういう時にどういう理論構成すればいいかというと、具体的不法説なんですよ。というわけで、まあ、普段受験対策上ね、あまりこう何も考えずにこう判例の立場を取ってる人は、おそらく法定的不法説を取ってる人多いと思うんですけど、それで処理できないね、やっぱり事案がこう出てきたのね。まあ、このところなんか理論喧嘩決めつけてるわけじゃないけど、まあ、柔軟にね、その自分が取ってる、まあ、見解だけじゃなくてね、まあ、柔軟にその特に対立点が大きいようなところの論点に関してはね、まあ、多角的にちゃんと勉強しておいてほしいんだってことがね、ここに入ってるんじゃないかというふうに思いますね。で護送防衛の方は、まあ、ここは構成要件的な故意は、ね、もう認めていくんですよ。まあ、一応 こうね、これはまあだから法定的不法説なんでしょうね。およそ人をまあ怪我させるつもりで現に人を怪我させてるから、まあ、客観面障害でしょ、で主観面も障害の故意があるから、構成要件レベルでは障害罪の構成要件に当たっちゃうんですよ、この人の行為ね。だけど、まあ、その人は、まあ、で実際その時にじゃあ仮に正当防衛とか護送防衛仮になんなくて、違法性レベルのところでまあ処理をしないんだとしたら、まあ、正当防衛のつもりでやってると。で本来正当防衛のつもりでやったときに、その、ね、守ろうと思ってる人に、まあ、侵害結果が発生してしまった場合って、それ客観的に正当防衛と言えなくなっちゃうから、まあ、正当防衛は理由には違法性阻却されない。だけど、まあ、正当防衛のつもりで、まあ、やってるような人を故意非難貸し得ないじゃないかということで、だけど、まあ、構成要件の客観面は認識に引用してるから、やっぱその構成要件で故意阻却できないんですよ。だけど自分の行為が許されると思ってやってるんだから、そんな人を責任行為貸し得ないということで、そこで責任行為を阻却するんだって形で考える、ね、理論がありますよね。なんで、まあ、これは正当防衛がこういう事案ではまず正当防衛が成立しないところ、違法性レベルのところで片付けておかなければいけませんけど、まあ、それで、ね、違法性が阻却されなくても、まあ、行為が責任行為が阻却されて、まあ、少なくても、ね、障害の行為犯は成立しないということになりますね。ただその、過失がある場合は、ね、別途過失傷害罪の方が成立するから、さらにその過失がなかったってこともその事案を踏まえて、ね、まあ、論じていって、で最終的にこの人責任を負わないよって形で、まあ、やっていくんだと思うんですね。というわけで、まあ、ここのところ、ね、なんか今までは一つのこうある論点に関して決まった論点、決まった見解決めとけば、ね、そのまま、まあ、あたかも数学のまあ公式を、ね、に数字当てはめるような形で、まあ、事例処理できたんですけど、まあ、それができなくなったっていう感じなんですよね。でこの傾向がまあ平成30年からのこう来てますんで、まあ、また来年も、ね、しばらくこんな感じの問題が出るんじゃないかと思います。でなんでこんな問題になったかというと、今までの、ね、29年以前の実は採点実感にちょっとこういう問題が今後出るだろうなっていうような匂いはしてたんですよ。ひたすら、ね、論証パターンをそのまま意味もなく書いてる人が多いんだって指摘してね、それが本当に良くないんだってことをね、ずっと書いてたんですよね、採点実感でね。でそれがついにできないような問題が30年から出始めてね、で、まあ、そのまま翌年の令和元年の、ね、問題にも引き継がれてるのかなっていう感じがするんですよね。というわけで、まあ、こんなところは理解しておいてもらえればいいかと思います。さて、じゃ今度ですね、最後、刑事訴訟法の方入ってきます。69ページのところですね、刑事訴訟法になります。でこちらね、設問2つありまして、まあ、従来から司法試験って設問2つなんですよ。だいたい設問1で捜査で、設問2でね、まあ、後半手続きの方がまあ出てくるんですけど、まあ、今回の問題もそんな感じの問題でありました。で設問1が、ね、別件逮捕拘留で、設問2が訴因変更の話が出てたんですよね。でちょっとね、別件逮捕のところをちょっとご紹介しましょう。69ページのところの、2つ目のブロックのところですね。で、この2つ目のブロックの5行目、ちょっと太字にしているところから、まあ、見てもらいたいんですけど、設問 1-1 において、別件逮捕拘留に関する捜査手法の適応性の判断基準について、事故の、ね、よって立つ理論
後世過去自説を示し、本事例の具体的事実に当てはめて公の逮捕公理の適用性を論じ、これ今までの司法試験の論文こんな感じだったんですよ、まあ、別件逮捕の事案が出たな、じゃあどんな基準使おうかなって大体事前に自分で決めておいてね、でそれを規範として出して、で事案ね当てはめて、適用かどうかというのを検討してましたよね。で今回の問題はそれに加えて設問 1-2 において事故の結論とは異なる結論を導く理論構成を示し、本事例の具体的事実に当てはめて、で普通に自分の見解ではない見解からもですね、起案立てて当てはめして普通に処理させる問題が出たんですよ。でさらにその理論構成を採用しない理由ね、これも論じることって形で指示がされてました。というわけでちょっと問題文このままここ今のページ開けたまま問題文見てみましょう。係争法は最後のところになりますね。この問題文の冊子の、まあ、一番最後のところになりまして、で係争法の問題文でいうと4ページのところになりますので、まあ、こんな感じです。4ページね、設問1というところを見てください。設問1、下線部丸1の逮捕拘留、まあ、事案分析すると別件逮捕拘留なんじゃないかって推測できるんですけど、下線部丸1の逮捕拘留及びこれに引き続く平成31年3月20日までの身体拘束の、まあ、適応性についてね、まあ、逮捕からこう、ね、続く拘留延長、まあ、そこの身体拘束の、まあ、適応性、まあ、拘留についてね、縦位置具体的事実を適時数論じなさい。で今までの司法試験でここで終わってたんですよ、これね。ところがこの2が加わって1とは異なる結論を導く理論構成を想定し具体的事実を適時しつつ、まあ、論じなさいということで反対説から普通に起案立てて当てはめさせます。答案2つ作るような感じですよね。でさらにね、このなおこの際、その際これを採用しない理由についても言及することってなってます。これはなんでこんな問題出したんだと思いますっていうと、さっきの刑法のね先生方と同じこと考えてるんだと思うんですよね。結局あるこう論点に関して、まあ、その理論のね意味も分からず、あたかも数学の公式を丸暗記するかのような感じでね、この論点が出たらもうこの規範使おうみたいに決めてさ、で貼り付けるでしょ。でそのまま機械的に当てはめするんだけど、それがもう良くないんだってことね。そこのところ分からせるために今こう試験って傾向変わってるんですよね。まあ、そんな感じのところがこう係争法の方にも、まあ、波及してるんだっていう感じなんだと思います。さてでそんな中で、ね、今後の皆さんの勉強のために、70ページの1個目のブロック、ここね別件逮捕拘留に関する理論構成、まあ、いくつかの考え方が書かれてるんですけど、これがねどの見解に対応してるのかっていうのが実はね勉強進んでない人だと分かりづらいの、なのでちょっとここだけ説明していきますね。70ページですね、今後の皆さんのちょっとね勉強に役立てるようにちょっとここをご紹介していきます。70ページの一番上のところですが、まず設問1のいわゆる別件逮捕拘留と呼ばれる捜査手法の適用性は、まあ、種々のね裁判、判例裁判例及び学説において論じられていると。でその判断基準は逮捕拘留の基礎となっている被疑事実過去別件を基準に判断する、まあ、見解別件基準説と、実質的に、当該被疑事実は別の犯罪事実過去本件についての身柄拘束と評価しうるかという観点から判断する、まあ、見解本件基準説ね、という視座を異にする2つの考え方に、まあ、対別されると。でさらにこの後ね結構勉強進んでる人がないと、ね、じゃないとね分かんないと思うんだけど、これ全部大事な見解なんですよ。4つ見解が挙げられてます。でちょっとご紹介するとね、さらにどのような場合に逮捕拘留が違法となるかという点をめぐり、別件についての逮捕拘留の要件かっこ、ね犯罪の嫌疑身体拘束の必要性を充足しているかを重視する考え方、これ皆さんこれ何説ですかっていうと、これは別件のところしか見てないから、これは純粋な別件基準説なんだと思うんですよね、この考え方で。このあと、別件の基礎不基礎の判断に必要な捜査がいつ完了したかを重視する考え方、これは河出先生の考え方に近い見解ですね。実態総施設なんていう形でね、河出先生自分で名前つけてなくて他の、ね、先生がつけてますけど、その名前ね、まあ、実態いわゆる実態総施設に合いやすい考えだと思います。で残り2つがね、これともに本件基準説なんですけど、そのちょっとこうね本件基準説の中でも2つのものに分かれるんですよ。で、その続きですが、逮捕拘留にあたっての捜査官の意図目的を重視する考え方、これ本件基準説の一つになりますね。あともう一つ、逮捕拘留の期間がいずれの事件の捜査のために利用されているあるいはいたかを重視する考え方、これも本件基準説の一つになります。で試験対策上なんですけど、本件基準説で書くときにね、その捜査官の意図を重視する見解に立っちゃうと、これまでの過去問司法試験2回出たことあるんですけど、結構問題文にはっきり書いてあるの、別件逮捕拘留の、ね、意図があるようなことをはっきり書いてあるから、実は他の事情を検討するまでもなくね、別件逮捕拘留で違法ってなっちゃうから、実はあんまりこの問題を事案を検討するっていう意味では使いづらいんですよ、この捜査官の主観ね。ここのところを重視するとね、あと実はこの見解を取ってる先生ってほとんどいないんで、まあ、一般的な見解じゃありませんので、まあ、そういう点で本件基準説を取る場合はやっぱこの、その主観だけを重視するんじゃなくてね、まあ、主観一つの考慮要素として居続けて、やっぱ客観面ですね、その取り調べの対応とか時間とかね、まあ、そういうところを一般的に見てやっていくようなね、一般的な
本件基準説の方がまあいいんじゃないかというふうに思いますね。だけど一応ここのところをあの読んでね、であのあどういうこと言ってるのかっていうのが分かれば、あの今後の試験の役に立つと思います。あと本件基準説でね、よく間違っちゃう例がここで指摘されてましたね。本件基準説なんですけど、74ページを見てください。本件基準説取ったときにね、慣れてない人がやるとね、よく間違っちゃう例があのここで指摘されました。74ページの1個目のブロックの2段落目のところになります。これやるともうかなりのね、あの大幅に点数を落とすことになると思うので気をつけてほしいんですけど、74ページの1個目のブロックの2段落目、特に本件基準説に立つ場合、別件の逮捕拘留の要件の具備以外の事情を考慮してね、適応性を判断、するため、理論上はその上記要件の検討ね、要は別件についてのその逮捕のまあ必要性とかね、そういうのを検討する、減ることなくね、違法の結論を導くことも可能なんですけど、まあ、実際そういう答案も多かったみたいなんですけど、しかしの後ね、別件逮捕拘留の問題についていかなる立場に立とうともね、だから要は別件基準説だろうが本件基準説だろうが関係ないんですよ。いかなる立場に立とうとも、身体拘束の理由となっている非事実、要は軽いね、別件についてのその逮捕拘留の要件が満たされなかったら、当たり前だけどその身柄拘束って違法になりますからね。なんでここをね、あのやんない人が多かったみたいなんだけど、それは気をつけておいてください。本件基準説に立った場合もね、ちゃんとその結局別件基準説と同じように別件でのその逮捕の要件検討してるんですよ。当たり前ですよね。だってね、あの別件での、つまりその逮捕の理由となっている非事実との関係でさ、逮捕や拘留の要件満たしてなかったら身柄拘束違法なんだ、当たり前なんで、ちゃんとねそこのところをあの忘れないようにね、しておいてほしいなというふうに思うんですよね。これもね、おそらくあの論証パターン集の丸暗記する人がこんな感じのことをやっちゃうと思うんですよ。結局数行で覚えてるでしょ、論証集なんて。大体その本件基準説のところだけ抜き出してあの書いてあると思うんだけど、その意味が分かんないじゃないですか、あれだけ読んでもね。なんでちゃんと意味を理解していくというのが大事になります。あとね、ちょっとあのこれ採点実感全体的なのを見てもらえると分かるんですけど、刑法や刑訴なんかほら、いろんな学説のこと聞いてるから細かいなって思うかもしれないんだけど、そうじゃないんですよ。やっぱどういう理由でどういうところで議論が対立してね、そういうちゃんと理解ができているかどうか、それを試したくて別に決して細かいこと聞いてるわけじゃないっていうところね。なので、まあ、こういう問題が出るからっていって、やみくもにじゃあ例えば予備校の本なんか見てさ、 A 説だ、 B 説だ、 C 説だ、 D 説だ、 D1 説だとかね、そういうのが求められてるわけじゃないから、あのそこは誤解しないようにしておいてほしいのね。本当に大事な、まあ、論点のところでね、まあ、今まで自分が取ってた見解が本当にそれでいいのかっていうのをね、ちゃんと考えてもらいたい、まあ、そういうことでね、こういう問題出してるんだと思うんでね、別に決して細かいあの知識を聞きたくて、あのこういう問題刑法でも刑訴法でもやってるわけじゃないから、変な方向に行かないでくださいね。これでなんか予備校の本なんか分厚い本買ってね、 A 説だ、 B 説だ、 C 説だ、 D1 説だ、 D2 説だとかね、そういうんじゃないんですよね。ここのところね、本当に大事な、本当に基本的なところね、そこのところの理解を深めてほしいっていう趣旨で、あのこういうあの問題出してますんで、そこは十分気をつけておいてください。さて、であと最後はですね、素因変更が設問2のところで出てるんですけども、ちょっと、問題文の方も同時に開けてもらえますかね。要はね、こういう聞かれ方した時に何を答えればいいのかっていうのはね、これ間違っちゃった人が多かったみたいなんで、そこだけ指摘しておきます。4ページのところですね、刑事訴訟法の問題文です。で、刑事訴訟法の問題文の4ページの最後、設問2、下線部丸2の素因変更の請求について、まあ、検察官の方がね、公判前整理手続きが終わった後に素因変更、まあ、そのね、整理手続きの結果を踏まえて素因変更を請求したんですよ。で、その素因変更の請求について裁判所はこれを許可すべきかって聞かれてるんですね。まあ、公判前整理手続き経てることを踏まえてたから、まあ、その趣旨踏まえてね、まあ、やんなきゃいけないんですけど、このね、裁判所が素因変更請求されている状況の中で裁判所がこれを許可すべきかと聞かれたら何書きます？一般的にはインプットの段階でまず素因変更の要否の問題、そしてじゃあ必要だとしたら今度それがね、できるのかどうかってことで、まあ、可否の問題、公訴事実の同一性の問題出ますよね。あと本件ちょっと一つ論点増えちゃってね、仮にそういう要件満たすんだとしても、素因変あの公判前整理手続きした後にね、そんなことやっちゃっていいのか、そのね、整理手続きした趣旨が勃却されるんじゃないか、まあ、そういう観点から歯止めがかかるのかってことで、まあ、論点が一つ増えてるんですけど、まあ、ちょっとそこのところを置いとくとしてね、こういう問題聞かれた時にまず素因変更の要否書きますっていうとね、これは書かないはずなんですよ。で、そこのところなんですけども、75ページのところを見てください。75ページの、真ん中辺のブロックですね、括弧4ってとこです。括弧4、設問2については業務上横領罪の素因に対して詐欺罪で有罪の認定をするのに素因変更が必要かという素因変更の要否を論じている、まあ、答案だから要否ね、論じている、これ悪い例で挙げられてますからね、素因変更の要否を論じている答案が多く見られた。しかし本事例は検察官がすでに素因変更を請求しているのだから、業務上横領罪の素因がそのまま詐欺罪の認定ね、詐欺罪の認定をしてよいかという素因変更の要否の問題ではなくて、要は
業横の、ね、から詐欺への損益変更ができるか、すなわち両者間の控訴実の同一性、過去ね、係争312の1項が認められるかという損益変更の可否が問題となっている事案だと、こうやって分析しないといけないのね。あとね、係争法を体系的に理解してたらね、絶対この事案で容疑書かないんですよ。それは何でですかっていうと、まあ、あの訴因変更が、あの要はね、訴因って特定されてないと、まあ、いけないわけなんですけど、訴因が特定されてないときにね、その特定するために訴因変更って絶対必要になりますよね。だけど、その任意的な訴因変更っても可能なんですよ。争点を、まあ、明確化するためにね。なんで、まあ、例えば検察官が、まあ、争点明確化にしたいんだってことで、任意的に訴因変更を、まあ、したときにね、それを裁判所が別に嫌だって言う、あの必要はありませんよね。ですので、結局損益変更の請求が、まあ、されたときに、損益変更の要否の問題というよりは、そもそもその被告人の方の、ね、防御の対象がこう結構外れてしまって、被告人の不意地にならないかどうかという観点から、もっぱら312条1項の控訴事実の同一性の中に入っているかどうか、そこのところが中心論点なんですね。というわけで、損益変更の請求が、まあ、されたときは、まあ、別に要否のところそこはいいんですよ。仮に不要だとしても、まあ、わざわざ損益変更を請求してるんだからねそれやらせりゃいいわけで、争点明確するために。というわけで、まあ、損益変更を請求している場面では、もっぱらその要否のところはあまり問題にしないで、その後のね、じゃあ控訴事実の同一性、要は被告人の防御の対象があまりにもこう、ね、逸脱してしまうと不意地になっちゃうから、じゃあその不意地の観点から同一の範囲に入るかどうかということをやっていくんですよね。というわけで、このね、聞かれ方、損益変更を請求、まあ、されている場面でね、その損益変更のところの問題が聞かれたときは、要否のことは書いちゃいけないというか、そこは大事じゃないんだということになります。まあ、一応この採点時間全体的に見ると、まあ、別に書いてもいいんだけど、でもそこは聞いてないよっていうこと書いてあるからね、まあ、そこのところは聞いて、あの気づいておいてほしいなっていうふうに思うんですよね。まあ、そこは大事じゃなくなっちゃうんですよ。理論的には別に要否書いても間違ってるわけじゃないんだけど、だけどそこはもう大事じゃなくなっちゃうだっていうことになってきますね。であとはもう一つね、あのさっき言った通り、公判前整理手続きの後にですね、その損益変更、まあ、できるかどうかって、そこ無制限に認めたらね、その整理手続きした意味がなくなっちゃいますから、まあ、一定の歯止めかけていかなければいけないんですけど、まあ、そこのところがちょっと不可論点になっているというような感じになってますね。というわけで、大体まあ損益変更の、ね、基本的な考え方っていうのは、今あのお話しした通りなんですけれども、まあ、そういうところをよくあの後でね、あの機会があったら、まあ、実際自分で問題をまあ見てですね、答案構成なんかして、さらに時間があったら、まあ答案なんかをですね、書いてもらって、でそこでまた改めて採点実感を見ていただければね、まあその科目の深い理解が促進されると思いますので、まあ、そういう感じでやっていっていただければと思いますね。で最後ね、あのこれでまあ採点時間終わりますけど、まあ、一応こう私の自己紹介があったら、この講師レジュメの最後のところに、あの私があのやってある講座ね、私がやってる講座、あの一覧ありまして、で特に今の最新学問を今踏まえた採点実感説明しましたけど、まあ、その採点実感を踏まえた回答例がじゃあどうなるのかっていうことを気になった方は、このね、私の講座丸1から丸9の中の丸4ですね、この直前対策講座としてね、年明けにあのいつも、まあ、2月から3月ぐらいのところにやるんですけど、まあ、矢島の最新過去も山手講座の方でね、私の回答例出しますので、まあ、そちらの方をあのこう興味がある方ね、ご受講いただければと思います。じゃあ今回、こちら採点時間の分析会を終わりにします。まあ試験ね、まあだんだん試験の日が近づいてね、大変だと思いますけれども、まあ諦めずにね、あの頑張ってね、勉強を続けていってもらえればというふうに思いますね。それでは今回の講義を終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。